people say people say テテススです、これで、これでどうですか聞こえてますか音のバランスとかね、もろもろ。聞こえますかどうですかいろいろちょっと、事前に大変だったから、不安があるけど、うまくいくだろうか。 あ、すごい、これ、そっか <laughs> YouTube、YouTube 側のコメント見た方がいいのかな、むしろ、ライブの時は。これ、YouTube のコメント見ると、あ,<ー>あれですよね、時系列で再生できるから、後で見る人、すごい嬉しいですよね。ああ<ー>、うん、確かに、確かに確かに。うん、コメントどっちですればいいんだ、問題ね。うん。ああ、お疲れさんがまさにそれ言ってる。ああ<ー>、うん、YouTube の方があ、あ、なんだろう、この、 ポッドキャストというよりもなんか本当ね、こう、うん、文字も一緒のメディアになっていいかもね。そうこ。このライブに関しては時系列になっていいかもしれないですね。じゃあちょっと今日は試しにライブの方でやってみますか。YouTube ライブで。YouTube ライブの方を見ますね、僕。僕は。はい、僕はっていうか、皆さんも一応そっち見ますか。えー、っと、<で>じゃあ YouTube の。プロフームで見ることにして、で音声をミュートにしないといけない。 コメント…いや別に止めちゃえばいいんですよ。で、これチャットポップアップできるんで、y o u t u b e ライブは。これやると結構便利ですよ。あ、チャット便利だわ、これ。すげえ便利。<laughs> じゃあ y o u t u b e ライブのチャットでお願いします、今日は。あ,あ、いいね。なんかもう早くこっちにしとけばよかったんじゃないかぐらいの気分になってきたんだけど。<laughs> そうなんだっけバックグラウンドで流すやつをラタさんが紹介してたじゃないですかはいはいはいあれ使うとえー YouTube プレミアムにしてなくてもバックグラウンド再生ができるというこれ今動画は普通に静止画流してるだけなのそうですだからビットレートを減らした方がみんなパケット代が稼げるから すげえ下げてるんですよ、これ2 5 6, 6キロで BPS で,てるんですけど。なるほどね、音どうなんだろう音、皆さんどうですかね、えー、どうでしょうかここで僕はあのストリートファイターのオンライン対戦をこうストリーミングしようとか言い出すと、反感買うわけだね。<laughs> いや、でもこれ、<laughs> あの、ちょっと待ってください、ね。違う、これ。 今直前にいろいろ埋め込んでたんだけどこれ YouTube ライブをこのグルドンの中で再生できるようにしたから全治さんがあのバックスペースのチャンネルでライブしてくれればみんな始まったらすぐ気づきますよここでああなるほどこれってでもアカウントのパスワードとか知らなきゃいけないよねいやいや YouTube ライブって ID だけだから僕のシェア ID をシェアできますよそしたらここにだけ流すっていうのができるから それ結構面白くないですか、えー、みんながこう,う面白いかもねうん、うん、確かにえそれをオンにするのってドリキンの許諾は必要ないのいらな、ね、いその ID をこのストリーミングの ID っていうのだけ、うん、パスワードとか全然関係なくそれを僕とか松尾さんとかが、うん、とかそのこのレギュラー的な人たちがシェアしててで自分たちがライブすると勝手にライブ始まったら自動再生できるようにしたから。 それ結構すごくないですか<ー>突然松尾さん突然出勤中に YouTube ライブ始めたらここで現れるで面白それいいそれいいね、うん、<laughs> 言ってる自分でびっくりしたけどいいかもしれない、うん、後でシェアしますキーをはいはいということで、えー、サウンドのボリュームのあれはどうですかバランスとか いやこれ画期的じゃない結構この YouTube キーシェアでこのどこでも <laughs> <laughs> あ音もね YouTube の方がいいかもしんない実はあと遅延がね圧倒的に少ないはず、うん、いやゴロって相当いいでしょこれそうあのー、ミックスラーは1 9一九6とかそんな感じだったと思う、うん、あでもねゴロ…違う多分ね、えー、OBS のコーデックがいいんですよ ミクスラーの多分大してよくないあっこ,これも OBS 通してんだそう OBS の性能がやっぱりいいんだと思ううん今日超低遅延だから多分遅延もいい感じですよいいっすねビットレート稼いでいいんだったら、うん、まあでもウェブの画面とか映し出すとねライブ中になんかまた許諾がとか言われそうですもんね はいじゃあ、これで、えー、コメント見てます。YouTube コメント見て。ゼンさんは OK? ああ、はいはい。なんか、音声の音量についてコメントがついてたけど、どうしようかね。どどなんかちょっと小さいよみたいな。どこがちっちゃい僕がちっちゃい。ゼンさんがちっちゃい。いやいや、僕の音声が小さいって言われたから、ちょっとだけ気持ち上げたけど、どうなんだろうね。 この間と顔は、うん、設定変えてないんだけど。いや、むしろこっちのミキサーで変えれるから、あそう僕らにとっては前作の音悪くないですね。ああ、そうですか。うんうん、バランスはいいけれども、ボリュームを全体的に上げてほしいっていう声は。っあ、本当 <laughs> うん。んなんか iPhone でライブで聞いてる人がよく聞こえないとかいう。 えーでもこれ結構まだ上げるだってこれ結構音圧がっつりもうだってクリップギリギリぐらいまで上がってますよ、うん、YouTube 側の音量がちっちゃくなったりしないのかな YouTube がノーマライズしちゃってんじゃないかっていう気がするこっちがこれ以上上げると多分音割れる、うん、音小さいって言われてるね チューうん iPad で音量問題ないですどっちなんだビットレートが低いとあれなのかなうんおチューも音小さいというコメントをしてるなでもいいっていう人もいますねうんまあとりあえずこれでいきますか外で聞く時に辛いのかなうんコンプレッサーかけるちょっと待ってくださいねうんコンプで コンかけたくないなあ,あんまりでも収録用はまた別でしょそうなんですけどえと、ー、これでこれでと。 これ結構上がったんじゃない皆さんどでしょうかえ三、ー、人で喋ってる。ステステスうん。はい、こんにちは。かなり、かなりでかい。テンション上げていけばいいのかな <laughs> めっちゃ上がったらホワイトの <laughs> ほら、ホワイトノイズになるんだよ、だから。うん。もうちょっと下げます全体上げすぎちゃうと。はい 6デシベルぐらいするか。ホワイトノイズも上がったと。このくらいは音割れてる。じゃあちょっと戻そう、これ。ね、今戻す。戻、うん、っちゃあしょうがない。松尾さんのやつが割れてる気はする。え、僕の割れてますなんかさっきと比べるとなんか割れたような気がする。いやさっきテンション上げてすげえ言ったからだと思うけど。<laughs> <laughs> こ,れこれぐらいはでも今もなんかピリピリ言ってるけど。あ、今ちょっときましたね。えー、さっきのが良かった気がする。 これでどうでしょうさっき、さっきのっていうのがいつなんだろうね。上げる前に戻す。さっきってあげる前の。うん。善治さんが大きいって言ってるよ。でしょ善さんだってずっと今。といじゃあ元に戻すよ。あ、いやいや、いいっす、いいっす。いじないで。いじないで。いいの僕の方でいじります <laughs> <laughs>、まあ。みんないじり出しちゃうとずーっと1時間ぐらいが調整してるってことがあるかもしれないね。うん、私の環境でしょ最初のに戻すよ、じゃあいった。 うん、下手にコンプレッサーとかかけると音を沸かせるよ。これどうこのくらいじゃないですか、はい、どうでしょうテス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 。僕の反響もめちゃくちゃ減ってません卵のケースとか壁に貼り付けたりした <laughs> いやあのリフレクションフィルター。<laughs> 2枚雑しにしてるから今 <laughs> はい、うん、クローゼットでやった方がいいんじゃないいやクローゼットで多分こっちの方がいいと思いますよ中にこもっちゃうの、うん、いや、うん、もうリフレクションを完全に対策したんで多分大丈夫だと思うけど今いいと思いますはいじゃあ録音開始してくださいはい あはいはい録音スタートはいではカウントいきますはい三二一はいじゃあいきますかねお願いしますはいこんにちはバックスペースド FM 第二百九十七回ですバックスペースド FM は一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。 えー、今息子が来てましてですね、えー、さっきカレーをホットクックで作ったカレーを一緒に食ったんですけれども、えー、その後今回の収録の趣旨を言ったところ、えー、退散しましたああなんで、えー、あのそれは聞きたくないからって言ってましたああはいという松尾ですじゃああのもう最初に言っときますけどこの出前酒で、うん、今日も あのこんなに盛り上げといて申し訳ないですけどもしネタバレ警察の人いたらそっと <laughs> そっとライブを閉じてください。今日はもう徳、はいえー、急遽ぜもうさっきから全さん声聞こえてるかもしれないですけど全治さんをお迎えしてお迎えっていうかもう全さんレギュラーだけどあのゲームオブスローンズ超ネタバレ上等。<laughs> トークそう完全ネタバレです完全ねべて吐き出しますから <laughs> もう今日はネタバレどうこうとか気遣いゼロでネタバレデリカシーゼロでいきたいと思いますので<う>よろしくお願いします <laughs> アストリキンですじゃあ善さんも一言ぜひあはいあのー、ね四4月のなんか頭ぐらいだってね見ろ見ろって言われ始めたのが <laughs> はい で4月15日ぐらいがあるでしょ、確かあの世界同時放送でなんかあの、うんうん、最終エピソードだか、最終シーズンがだかっていうのがあって、全然あの見るのだいぶ遅れちゃったんですけど、うん、E3 から帰ってきたのが土曜日のまあ、昼まで。 で疲れちゃったんで、そのあとシャワー浴びてすぐ寝るよ,寝ようと思って、ベッドに横になって、まあ、飛行機も中でもねシーズン1は時間のある限り見てたんですけど、その後ずっとこう、まあ、ちょっと体調がこう疲労が絡んで、ずいぶんこう横になってたんですよ、日曜日も。でそのうち、自分は疲れてるからベッドに横になって iPad を横にして YouTube 見てるのか。うん これが見たいからずっと横になってるのか分かんない状態。<laughs> 結構週半ばぐらいまで続いて <laughs> <laughs>、はい。結局、あのー、ね、見ましたよ。スターチャンネルのか無料期間でうんんとか、そういう情報もあったので、うん、それも利用させてもらいつつ。はい、あれはね、グルドンの皆さんが教えてくれたんですよ。ね、スターチャンネルで2週間無料の間で聞けばいけるっていう。 それを俺言ったんだけどそうそれを、うん、言ってた言ってたそ,うそ,うそれをあの善二さんが困ってる時にタイムリーに教えてくれたああなるほど、はい、でっでってことで善二さんは全部見たんですよね、うん、<laughs> そうそうだからも、ま、うあに見てるんだよねそうだから明日マラソンだってほとんど <laughs> 明日でももう「スタ a r ネ o n 解約しようかなと思ってるぐらいだから <laughs> うん、うん、っていうか見終わったの何時間前ですか えーとね、11時に見終わった。<laughs> 今<本>、ギリだな、これ。日 <laughs> 本1時ぐらいでしょ。かなりギリだ。<laughs> 11時に見終わった。<laughs> さっきのは2時間前ですよ。<イ>今、<役>今一番最も熱く語れる男ですよ。世界一、そうそう最も熱く語れる <laughs> ゲームオブスローンズうーん、まあまあ、そうだね、うん。だからもう今しかないと思って、ここ、ここ、前治さん来てもらうしかない。 僕も思いましたよ。今日に限っては。ね、面白かったですよ。うん、だから、あのー。まあ、こう冒頭でこういうのなんだけど、なんか真珠夫人っぽかったね。<laughs> <んか S 1> <laughs> いや、あの、ね。展開がありすぎるみたいな。展開が、なんかもう。<laughs> <あ>落ち着いたら事件が起きるっていうパターンだよね。うん、なんか、あのー。ぜ、うんじ、うん、さんが今週頭ぐらいから。ちょいちょいその、中、うん、途中経過の感想を僕に。 Facebook メッセンジャーで送ってくれてたじゃないですか、うん、であれがもうあまりにもなまずゼンさんキレッキレなんですよなんか本人まだ先見てないでぼやいてんのに結構それがいいとこついてたりとかもう面白すぎたんで、うん、そうだ展開が結構予想通りだったんで驚いちゃった僕そうそうそう俺ンジさん恐ろしいなと思って、うん、ぜ全部のコメントがなんかハマっててで、それをちょっと僕はあのさっきスクショで、えー とっとまとめとめいたんですよそしたらそれをジャーマネが全部一個のページにまとめといてくれたんで後でこれは是非シェアしようと思いますけど今日はそれを見ながらそれも見ながら、えー、語るのがいいんじゃないかなと思いますけど。 そうですね予想が全然外れたのもあったけどね、あのーうんうん、誰々が生きて、誰々が死ぬ系のやつは、それは驚いたね、やっぱりあれは結構、うん、あのねドラマ盛り立てるためにいろいろあるんだろうけど、ででそこも、ね、どうど,どうにでもコントロールできるからね。うん じゃあちょっとそのもうこのは今日もすべての予定を吹っ飛ばして僕今日はね意識高い話しようと思ってたんですけど <laughs> 本当はねフルアクティビティの話をしようとしたんで、ね、そう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 なんだけどもうそんなのは全部吹っ飛ばしていくんでちょっと番組紹介だけ先にさせてください、えー、番組に対するフィードバックは「うん、ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース f m 専用マストドンインスタンスクルドンにてつぶやいてください、えー、この配信は収録時にライブ配信も行っています ライブはモバイルから聞くこともできますので外出先へ同時か何にも楽しんでいただければ幸いです。で今日ちょっとあの今までミクスラーっていうライブサービスを使ってたんですがなんか今週ずっとトラブってるみたいでサーバーが不安定で直前にもメールでなんかまだ復帰できないみたいなこうアナウンスが来てたんで今日はちょっと急遽ライブを聞いてる皆様は YouTube ライブでこの配信を。 お届けしてるんですがまあちょっといい機会なんでもしこれ意外と好評ならいっそ YouTube ライブに今後してもいいかなと思うぐらい、えー、ちょっと今そんな感じなんか今ライブを見てるこコメントだと結構今日 YouTube の方が音がいいみたいなコメントもあったりするので、えー、皆さんのこのフィードバックあればいただければと思います、えー、ということで いつもマストドンピッカーというツールを使ってこのライブ時のコメントをタイムラインにチェックできるようにしてるんですけど今日はもう実験的に YouTube 側にコメントをみんな書いていただいてるんでこれはもう再生しながらタイムラインを追っかける必要なくチャットが見れるんでぜひそちらも楽しんでいただければと思いますということで配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ htp:// t backspace.fm 参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで、じゃあもう、全さんどこから <laughs> 僕の前さんのメッセージは<え>あのー、あのー、シーズン4の、あのー、ところあたりから僕にメッセージが来てたんですけどティリオンがかっこいいね、うん、ティリオンおじさんかっこいいねっていうところから僕ねそうだよねで、うん、まあシーズン1はシーズン1からね本当にに見,見てで ああののななんだなんだかこうイギリスのねあのイギリスの戦国時代的な感じのスコットランド、ウェールズ、イングランド、アイルランドのなんかああいう誰々がをこう領主に立ててみたいなですぐなんかあると首切ったりとかなんか謹慎相姦まがいのことがあったりとか,なんかそういうお話じゃないシーズン1って。 でで結構この間のな YouTube youtube じゃないごめんなさい、えっと Z, えー、Z サイドの時にも言ったけどなんか予算がちょっと少ないのかなっていう感じで戦争のシーンがね <laughs> シーズン1はちょっとしょぼかったんだけど。うん ねあのー、ドリキンさんが言ってたように、シーズンなんだろう3、4あたりかな、なんかだいぶあれだよ、ね、ダイナミックになったよね。<laughs> 突然変わる。シーズン1だと戦闘シーン <laughs>、うん、というか戦争ではないんですよね。戦争シーンあったよあったけど、しょぼかったよ。なんか公園でチャンバラやってるみたいなシーンがあって。<laughs> えー、と思っっ思ちゃったんだけど えでも実際、全治さん、まあ、シーズン1見始めたときは、ちょっとペース遅かったですよね。だって、あれ、e、E3 の、<laughs> コンピューテックス E3 に行くときだし、<laughs> <あ>飛行機の中で見てるだけだから、さすがに。いや、シーズン1、2>, 1> 1 2ぐらいのときの全治さんのコメントは、やっぱりまだちょっとはまってないなっていう感じはしてて、うん、な,なんとかシーズン1まで頑張ってって、僕も応援してたじゃないですか。 あま,まあそうですね。なんか4から加速度がついた気がしたけど。そうですね。まあ4から 4, 4あたり3、4あたりからなんかね、ファンタジー剣と魔法の世界的な話になってきたんで、うん、まあこう、見応えが出てきたけど、でも振り返ってみると1から3あたりのなんかそのイギリス王朝のね、なんかああいう戦国時代みたいな話も結構面白いなとは思ったけどね。あのネットスターク だけあの、はい、義理がたいおじさんが、うん、結構ねこう子供を愛しつつこうね2つの国国というかあの領土の板挟みになってでそこに暗躍する人たちみたいななんかまああの辺はきっとキャラクター紹介みたいなところだいぶ兼ねてるよね。うん あれってなんかし僕もシーズン1を今ちょっと見直し始めてあんまり進捗良くないんだけど一応シーズン1見返したんですけど半分ぐらいは1周してから見るとすげえ面白い。あのあここでちゃんと布石を打ってたのねそう全部話がちゃんとつながってるから、うん、1>, 1回目って先が見えないしこの人の名前もよく分かんない状態ですごい真っ暗な状態の。 灯籠だけでこう <laughs> 道を進んでる感じだけど <laughs> 2周目以降<う>マップ全部見るのあと名前とあだ名があのー、こう言わなんか使われるじゃん親しい同士だとあだ名だけど、うん、正式名ばでだと正式名が言われたりするんであれこれ誰だっけってあの会話の中で名前が出てくると誰のこと言ってんのかなっていうんでちょっと止まって。 なんかその名前を検索したりするこ,そこでネッドってネッドがエダードっていうふうなのはちょっと結びつかないじゃないですか。うん、そ,うそ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 う。ネッドの N はどこから来てんのねっていう。うだからあれじゃない、あれはきっと僕もあのそんなに詳しくないけど、あのらイギリスのあの人の名前って、うん、あの例えば。 みんなあの日本のこのアイドルのあの芸能人でベッキーって言うけど、レベッカの相性だもんね。うん、うーん。ああ、そうなんだ。ウィリアムの相性がビルビルでしょだからビル・ゲイツって本当はウィリアム・ゲイツなんだよね。うん、だからそういう、うん、あの正式名と、えー、あだ名が結構イギリスの名前とかって結構ごちゃごちゃしてるんで、うん、その辺が確かにね。関連性が。 その完全な英語じゃなくて少し変えてんすよね、スペルとかもね。そうそう,そう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 。うんなんかケンちゃんがケンボーみたいな感じの。なんかそういう。<laughs> わかんないけど。なんかちょっとその独特の言い回しがあるんだろうね。ねうん、うんそうなの。ゼンさんちなみにあれですもんね。これあの前から知ってる人は知ってるけどね。もともとあのイギリス住んでたんですもんね。ん子供の頃ね、うん。だってなんか。 あの見ててもすげえイギリスなまりが多いとか言われたじゃないですか、うん、そうそうそう<で>イギリスなまりでも、うんえー、各地のなまりがこう混じっててそう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 で北の人たちは多分スコッティッシュとかウェリスとかあの辺の人たちなんだよねそう,そう,そう,そうで実際あの肺炎も何人か気になる人調べたらほとんどみんなイギリス人だよねあれねうん、うん、でしかも北の人が多いうんうん うん、そうなんですよ。当然のことを意識してる感じはしますね。服装、うん、とかもねあの、イギリスの,あの戦国時代のああいう話あの、ねこう、衣装をモチーフにしてる感がすごいよね。うんうん、えあのなんかあの毛、毛皮のマントみたいなやつとかあと女性が着てる。あのー 胴回りをキュッと締めて肩がガーッと上がってて、うん、首の長さを強調するような三叉ササがあの終盤来てるようなやつなんかは、うん、本当あのイギリスのあの時代のなんか肖像画あの、うん、王妃とか王女様の肖像画とかはい、はい、僕よくイギリスに子供の頃美術館、まあ、よく回ってたんだけど、うん、なんかあの時代に見た絵の,絵の人たちが本当に動いてるみたいな感じで。 の面白かった、うん、ある意味よくできてる。そ,のリアそのリアうん、そのリアのなんかね、そこはなんか、その辺を意識して世界観を構築したんだろうなっていう。この辺を語れるのは前日さんならではですよね。そうそうそう。日本人です <laughs> 大英帝国の <laughs> でも、うん、だあれってだから何その頃のイギリスのそのまあ昔のなんていうの戦国時代というかのなんかパラレルワールド的なイメージなのかなうん。うん 一応 SF で地球ではない別の星という設定なんですよね。あそこは正確にあるんだ。そう、公転周期とかが違うもんね。違うんですよね。冬は長くて、夏も長くてっでしかもそれは不規則でっていうふうな、そういう設定はジョージ・ R ・ル・マーティンって SF 作家でもあるんで、ちゃんとしてるんだと思うんですよね。なるほどね。 あだからその100年に一度冬が1000年に一度か冬が来るとかいうのの、うん、あれが違う、ね、あと先住民族の話とかねはいはい先住民の話とかも多分その辺のさす、うん、が原作を読んでる男 <laughs> いやそれ原作あんまり関係なく <laughs> そうなんですねじゃ設定とか読んでうんそう,そう明らかになんか現実世界と リンクしたようなね、あの人種の描写も結構あるもんね。うん、東洋系の人はあんま出てこなかったけどね。確かに、うん。なんかね、一人だけいるらしい。えー、なんか一人確かに東洋系いたよね。なんかあ,あのー、えー、あれ、えー、っとね。ちょい役でちょっと出てきてたよね、なんか。そうそう、あの殺し屋女性の役で出てきてたのが、あ,<ー>あのー、パニッシャーじゃないや。アイアンフィスト。アイアンフィストのヒロインの人が、 うん、一応日本人設定の実際中国人かな、うん、か韓国人かどちらかの人が、うん、えやっぱり東,東洋系、えー、多分中近東系の役柄として出てるんですよね、うん、全然ぶっちゃけ俺はあんま覚えてない細かいところ <laughs> <laughs> 大雑把なストーリーしか覚えてないけど <laughs> だからその辺はもうンジさんに依存しましょうそ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 う だから、だよ<い>ね、西暦の、言うとな、ね、い、1200年とか、うん、わかんないけど、1300年とか、あの辺の時代なんじゃなまて、あ、明らかに産業革命起きてないねあの武器が銃、火薬を使ってないじゃん、なんかその、ね、拳銃みたいなのはなくて、弓矢だし、工場兵器とかは、うん、あの時代の。 感じだし僕ね戦争のシーンでダイナミックなカメラワークのところとかさなんかあのエイジ・オブ・エンパイアーズのなんかゲームっぽくてさ透析機だとかあとスコルピオンとか出てきたじゃんあれとかもエイジ・オブ・エンパイアでで製造できるしさいうのであとなんだっけあのなんかサンサーがさ 傭兵を海外から買って像を楽しみにしてたじゃん。それサセね。サセ。サセ、サセ。ゴールデンカンパニーを借りるときに行ってましたよね。あれもね、像兵が出てくるのどこだっけエージョバイパチュートンとかだっけ像はね、あれカルタ語でハンニバルが使ってたんだよね。

チュートンは近距離が得意でみたいな。あ,あの辺のさ、本当にあの斜め視点から見たカメラワークでさ、本当にエージ・オブ・エンパイアズみたいな感じで戦争してたじゃん。あの辺とか楽しかったな、見てて。<laughs> その見方はなかったけど、確かにそうですね、言われてみれば。うん、そういやこれ、どっか話しておけばいいんだろう。しこのとりあえず、全さんのこの、えー、とスクショを。 コメントを見ながら言うのが一番しやすい気がするけどあのー、まずシーズン4のあたりで前治さんが「人段落するとみんなみんな人段落するととりあえず殺されるねシナリオライターに」って言ってます、えっと。シーズン4っていうとシーズン3の、えー、9はエピソード9で「うんうん、キャスタミアの雨」ってあるじゃないですか。うん、あのレッドウェディング。 赤い結婚式、はい、血の結婚式。はい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 。あれで思ったんじゃないですか。あ<ー>あ。ああ、あのー、あれクライマックスだもんね、前半の。であ,、ね、あのー、ハッピーな結婚式のその場で皆殺しにされちゃうやつだよね。うん、そ,うそうそうそう。あれトラウマなんじゃないですかね。うん それもそうだし、なんかみんなカップルでも何でも一段落すると事件起きるし誰か死ぬじゃん。なんか、うん、まあ、それは、まあね、ドラマとしてすごく、こう、引きもあるし、面白いなと思ったかな、うん。あの誰か結婚するときのキャスタミナ雨を流してほしいですよね。<laughs> はあ、え、どういうこと いやあれをこの結婚式の BGM として使うには一番最悪な曲だなと思って。<ー> <laughs> でやばいぞ、この結婚式は。<laughs> あのーはい、みんなの結婚式の時分かる人いるのかね、でも。そもそもゲームオブスロ人ズ、ね、新郎新婦入場ですっって入場してテーブルの下からあの、うん、ナイフ持った男が出てきて、がばって。 こう首に当てるみたいな演出する結婚式誰かや,やったらどうですかね <laughs> なかあ,あとなんか丸いテーブルの中にこう隣の人が、あのー、袖の下からチェーンメールが見えてるとはね<笑><笑>いやだからそれ全然祝ってないじゃないですかそでもあの結婚式の時にさ<え>僕笑っちゃったのがさ、うん、あのー、ほら誰と結婚するんだかわからないくてすごく不安がってたあのー <あ>ね、江戸美はおじさんですよね。おじ,おじさん、おじさん。あんすごい嫌がってたのにさ、な,んかうん、なかなか美人が出てきちゃったんで嬉れしそうになってたよね。あそこまではちょっと笑える<笑>いい話だったのにね,ね。いい話だったのにね。<laughs> うん、<laughs> 確かにその。その直後の禅治さんのコメントが、うんあの、デナーリスよりも紅の魔女が好み。 そ <laughs> そうそうあの「暮れないの魔女」の人なんかインタビューでもこなんかほら、えー、スターチャンネルでさおまけ映像かなんかでさ、うん、キャストへのインタビューみたいな56分の映像みたいなのがあの置いてあるんでそれクリックしてみたらさ、うん、この「紅の魔女」の。 おばさんというか、うん、セクシーな熟女の方がインタビュー受けたんだ受けてたんだけどさあの人さ、うん、インタビュー受けてるときも色っぽいよねなんか髪の毛かき上げちゃってさ <laughs> 下のきになって、えー、あのシーンはハッピー女優セクシーすぎるみたいな <laughs> あでも僕ちょっとここはいきなりもうすこジェンさんに多分同調してたと思うんですけど、うん、僕あんまりあの多分じ本来はあんまり熟女 属性ないんですけど、うん、これは僕分かるって思った、うん、<laughs> すげえ分かるんですよちょっと分かるなと思ったなんかそうあすごいっすよねだからキャストねキャストの人いやこれメリサンドルってさ最初すごい嫌われるじゃん卑怯な方法で人を殺するしまあ狂心ねゃんか、うん、であとシーリーンとかさ火破りにしちゃうしさ あ,まあ、あのー、あ子供に対する皮膚病の治った女の子のちっちゃい子ねあの王女様ねうん。かわいそうなことを意見にいにしちゃったりとかするんだけど最後はいい人で終わるっていうねなんかさあ<ー>その最初から最後までそこの微妙な綱渡りみたいなこいついいやつ悪いやつっていうところをすっごい絶妙に。 キャラ作ってっていうのはすごいなと思いましたけどね。うん、みんなを持て余すじゃないですか。あれ俺はこいつに強調していいのファンになっていいのそれとも憎まなきゃいけないのって <laughs> ずーっと持て遊ばれてる感じ。あれはすごい。うんあ<す>チャップリンのお孫さんなんだね。<あ>ええー、すげえ。 あ中島みゆきだと思ったっていうのはすごいわかる気がするでも、あのー、ケープのかけ方とかそうなんでしょ <laughs> 頭にこうまとわさるいすげえわかるこの <laughs> でもあの,なあ,のあの人はさ結局あの人も、まあ、みんなこのキャラクター全部そうなんだけどみんな信念があって悪いことやってると思ってないんだよねあれねまあねそれはそうですよねうん それはまあ、サーセイすらそうでしょうん、ある意味。ねえ。うん。うサーセイはなんかちょっとい,いじっ張りすぎたけどね、あれはね、ちょっとね。<laughs> あと、<laughs> やっぱいじっ張りっていうのはちょっとあまりにも。いじっ張りの <laughs> いい、世界一のいじっ張りですけどね、もしいじっ張りだとしたら。さっきの修正チャップリンの孫は別人だって。あ、そう殺されたお嫁さんか。 えー、ああレッドエッグングで殺されたロブのコメントあとそのあとに前差のコメントがえっ、ー、と三差、うん、シーズン変わるために太ってるっていうコメント <laughs> よくそれ気づいたね <laughs> 僕ずっと細いじゃんとか思ってたけどいや,ーいや俺まあシーズン7とか あの多分、前さん連続で見てるから分かったけど、僕、シーズン7とか見たときにあって思ったけど、連続しては気づかなかった。うん、いやー、<laughs> 僕、がどんどん膨れていくんでさ、うん、っていうか、全体的に、あのーまあね、あああののまねヨーロッパ系の人たちって成長が早いじゃん。うんうん だからあの僕のそのイギリスの子供時代の話を交えて話すとさ、普通さ、小学校のイギリスにかイギリスの小学校はもう男子と女子がなんかもうお互いを異性で見てんだよね、なんか小学校確か4年生、5年生ぐらいだったけど、日本ってさ、小学校4年生、5年生ぐらいの時ってさ、 あの男子ふざけないでくださいとかさなんかそういう感じじゃん <laughs> <laughs> <あの> <laughs> ちゃんと掃除してくださいとかさ何 <laughs> だよブスとか <laughs> なんかもう休み時間のなんか20分休みみたいなそういう長い休み時間とかさ、うん なんかこう校庭って言っても、もう、うん、あの僕が行ったとこ田舎の小学校だったんで、結構草、草が、背の高い草が生えててさ、うん、そこになんかちょっと、なんかこう、居眠りでもしに行こうかなーって、分けて入ったらさ、同級生同士がさ、うん、もうなんか、あのすごいことになってるのよ、<laughs> そのえぇー、<う>サーセとジェイミーみたいになってるのもうあの絡んでるのよ、もう完全に。えー、え、それ。ぶっちゅうってやってんの。<れ> それ落とされますよ、落とされて下半身不随になっちゃいますよ。<laughs> 本当だよね、そう、まさにそんな感じですよ、僕、えー、僕、三つ目のカラスになりそうだったんだから。そんな感じでさ、やっぱ成長早いんだよね、もう、頭の中も体も、体が成長早いから頭も早いのかもしれないけど、うん、だからあの、キャストのさ、シーズン1の頃ほら、 おしゃまなおちびちゃんみたいな、あのーうん、アリアとかさ、うん、まあ、あのー、夢見る少女の三冊とかさ、うん、あとその、将来的にはなんだっけあの、三つ目のカラスになっちゃう。ブラン、<も>ブラン、うん。ブランもさ、本当にちびっ子だったじゃん。ブランは衝撃でしょ。僕、ブラン、すごいかわいい男の子だと思って。そう,ね、<laughs> <laughs> そうそう。あの <laughs> アリアもね、おしゃもんなちっちゃな子だったのにさ、うもうシーズン7とか、顎割れてるから、ね、そうあの、あの3兄弟の変貌が、<laughs> あの3兄弟の変貌の中では、三差が一番そういう意味では緩いと思ったぐらい,ですい緩いね、うん、で、一番激しいのがやっぱ、ブランかな、ブランっホーダーにあのあのさこう後ろは、ね、おんぶされてる時さ、昔はあの本当におんぶされてたんだけどさ、うん、なんかもう、ホーダーの体からはみ出してるもんね。あの <laughs> <laughs> シーズン終盤はさ、なんか、うん、もうなんか、あのー、おぼられてるというよりは、なんか、ねおおブラ、ブランドに、なんかこう、襲いかかられてるみたいな感じのスケール感じゃん。<laughs> なんか、ホーダーとほぼ同じぐらい背丈になってたもんね。うん。わかる。ねい。一瞬だったね。うん、ブラン、可愛い,い子、可愛い,い,い,いらしい。めっちゃ可愛い男の子でしたよ、ね。みたいな感じ。 あれはね、あの、ショタ、ショタを刺激するルックスだったよね。うん、ああ。まさに王子様。ねうん、あの、昇降寺、昇降師そうそう,そう、うん。セドリックっぽい感じの。で、シーズン8だがなんかで、あの、ほら、ナイトキングだっけあの、うんうん、悪魔の帝王みたいなやつとこう向かい合うときさあの、顔似てるよね、悪魔の、あの、あれと。<laughs> それはね、噂があったの。 ああ、そうなんだ。えー、うん。実際、あ,なるほどあのー、ブランが、えー、ナイトキングになるんじゃないか、という。なるほど。なるほど。なんか、顔立ちに似てるもんね。大きくなっちゃったら、うん、ブランと同じ顔してるよね、この輪郭がね。うん、うん。輪郭確かに近い。うん。そう、そのは、安うん。ああ、あと僕、衝撃的なこと言っちゃうかもしれないけどさ。<laughs> はい。 アリアの顔ってさ、うん、う今頭の中でちょっと思い描いてみて、はい、でその後さ、グーグルに行ってさ、はい、パルマーラッキーのさ、イメージ検索してみて。それなんか読んでる人笑うでしょ。<laughs> ああ、わかる、わかる、わかる。<laughs> 目がでかくて、くりっとしてる感じ、えー。いやもう、あのー、ほらほっぺたの膨らみから顔立ち、<laughs> 多分 iPhone 程度じゃあれじゃない <laughs> これ、あのー、パルマーラッキー、<laughs> アリアと認識されんじゃないかっていうぐらい、てないこれ <laughs> ひどいわ <laughs>。似てるよね。うん、初期は足立ち意味とか言われてたのにね。うん、にもう終盤はねもうとかもうシーズン7、8あたりから、もうパルマーラッキーにしか見えなくなってきてさ。<laughs> ねえ<も>オキュラスやめんのかなみたいなさ、そんな感じだよね。<laughs> でもさすがに、パルマーラッキー、<laughs> アリアで検索しても、それを語ってる人はいないですね。うん、あじゃあ、世界で僕、初めてかもしれないな。<laughs> でも、似てるでしょ。うん、分かった。今のパルマーラッキーは、ね、アリアが化けてるのかもしれないし。ね、だそのうん、今のパルマーラッキーが似てるんだよね。ちょっと膨れちゃったパルマーラッキーが、アリアに似てるんだよね。あの最後の話見ね。うんうん じゃあもうパルマラッキーアアリののコスプレすればいいのよね,ね<え> <laughs> パルマラッキーはそれでザッカーバーグにあの忍び寄ってこう首を押えた,たりするんじゃないですかね。<笑><笑>いっぱい顔を持ってるしね、うん。いやでもその話戻したけど、アリアも最初は可愛かったですよね。可愛かったよね。うんあ。まあアリアもなんか,か別人になっちゃった系だよね。<laughs> うん、でもあのね、うん、暗殺者になるエピソードのところなんかはねちょっとアサシンクリードっぽくて <laughs> あれも僕ちょっとワクワクしながら見てたけどあのあそお師匠さんがアサシンクリードっぽいねそう,そうね、うん、そこら辺めっちゃかっこよかったけどね何なんですかそのイギリスいやイギリスっていうかヨーロッパ系の人ってさ成長も早いしあとなんかやたらでかいじゃないですか。 背とかも背丈も女の人とかも<ー>すごいでかいですよねでかいよねもうそういうドむちゃくちゃでかくなってるね遺伝っていうかもうそういう遺伝っていうかもうそう,、ね、種<族>そういう種族民族ねでもこれってさう、ね、もう何年も下手すると10年ぐらい続くストーリーなわけじゃないですか、うんうん、だから子役選ぶ時にも将来はどういうふうに成長するのかってことをいうことを た上で選んでんだよね。それでもこうなっちゃうんだね。でもさ、あのやっぱ、あのアリアはまあ見かけは変わるだけだったけどさ、ブランはさ、シーズンの中三だか四だかわかんないけど、ちょっとシーズンまたいだときにさ、声変わりしてたでしょ。低くなってたでしょ。もう俺、字幕で見てるから吹き替えで見てたけど。英語版、それはだめだよ。英語版で見ないけど。 声変わりしててさ、で、その声変わりした時のこの場面見て思い出したの、ねうん、やっぱあの、ハリー・ポッターのね、あ,<ー>あの子もさ、あれ顎割れてさ、パートいくつかか、うん、あれか、もうパ,パート2からもう声変わりして、あ割れちゃってたもんね。うん、<laughs> 確かに、ね。いや、大変だよね。日本の方はまだ、なんていうのその、ほら。 結構20代ぐらいになっても高校生の役やったりするようなドラマってあってさ、うん、まあみんなそれまあ多少違和感を感じつつ納得してて見てるけどさちょっとなんか霞に処理とかすればなんとか頑張れるみたいなあるけどこっち無理ですよね。ねこれやっぱ CG の進化を使って技術を使ってなんとかしなきゃいけないのかもしれないねこれね。 スター・ウォーズのレイヤーの作、あのー、エピソード、帝国の逆襲の時にやっぱり思いましたけどね。<laughs> <ん>ちょっと太ったなーって。<laughs> ああ、そうね、あのーうん、新たなる希望のエピソード4から、4から5への、ね、なんか4の時は美人だなーとか思ってたけど、うん、ねなんかこの時なんき、おばさんじゃんみたいな感じで。まあやっぱ。ね<え>まあ大変だよね。 まあそう考えたらあれかな、うん、デナーリス様が一番頑張ったんじゃないああデナーリスもね最初の頃はちょっと幼い少女だったのが何か、うん、確かにデナーリスはものがシーズンを渡るごとにらこう,ほらこうだんだん女王様っぽくなってきてきつい面が強く出てきて、うん、最終的には逆殺者みたいになっちゃうけど、うん、まあなんかい,い,いい具合にあの ふ老けてるというかなんかいいかないうかかかななんもしね美しさを維持したっていう意味では一番こう <laughs> 頑張ったけど、まあ、最後さすがにあれしたけど、うん、でも体型と美しさを最後までなんとかキープした感じはしますけどねまあ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 あとあれ、えー、サーセイかサーセイもね、うん、まあちゃんと老けてはいるんだけどオリジナルのイメージはちゃんと保ってたもんねま、うん、あまあねサーセイもがんあの人もすげえ 綺麗だなと思ったけどもともと最初から熟女っぽかったけどね、うん、そのイメージの、こうねメージそう壊さなかったような感じが。もともとお母さん役だったもんね。ショートカットにさせられてまでなんとか維持したから、そういう意味ではサーセイも頑張った。<laughs> 何の話だったあ投げられてもね <laughs> あれ結構シェイムとか言われて。<laughs> ああ、そうそうそう。 あれ役ああ俳優、僕、あとあれだな、あのジョフリーの俳優、僕、いいなと思ったな。うん、クレイジー,なーん。あの人や、役者になってないの役者はもう、あれでや引退したらしい。へえー、そうなんだ。たぶん、ヘイトとかすごかったんじゃないかな。いいね、えヘイトとかすごかったからじゃない。あ、物語にはまりすぎちゃってってことえー,ー。生活に影響が出たとか、そういうんじゃないの えそうなのもったいない。すごいいい役者だと思ったけど。うん、ねあの <laughs>。うん、あの、クレイジーなあの王様の顔からさ、表情作りから、あのちっちゃい時の状態、あの、子供の時の状態から、すごいなと思ったけど、うん、役者として。うん、もったいないね。子役だしね、も、ま、うそもそも。うん。うん ああのハリー・ポッターでもさ、あの、いじめっ子役の人いたじゃん。うん、えっと、あの、スリザリンだっけあれスリザリン。うん、あの、金髪の、あの、えっ、ー、と、マルフォイ。マルフォイだっけ、うん、あれはあれだよね。今でも、あの、イジ悪ルの役よくやってるよね。あの、あサルの惑星のリメイクとか、あ<ー>リメイク中か、あの、あの、ほ、え、ら、ー、時代の違うやつで、 動物をいじめる動物飼育員役やったりとかさ。でも、マルファイってさ日本でも人気なんだよね。うん、あまりにも、うん、悪役すぎて。うん、あ、日本はさ、なんかあの悪役を、なんかやっぱみんな好きになる文化あるような気がしないなんかちょっと。あ、理系の悪役美理系の悪役好きだよね。う,ん、うん。それはなんだっけえー。 えー、ロボットアニメから来てますよね。ああ<ー>、うん。あれでしょ、プレッシャーとか、うん、なんかジョフリーが俳優辞めちゃったっていうので思い出したけど、あれ、ジョン・スノーの人もあれなんでしょ、今、療養中なんでしょ。なんかプレッシャーがひどすぎて、うんえー、で今、リハビリに行ってるという。えーうん、あのー 役がスストレスすぎてみたいなハリントンね。うん。まあ、ここまで長編で、まあ、確かに言ってみれば、ワンシーズンが英語な映画何本分みたいなやつで、連作でやってると、まあ、イメージもついちゃうし、このキャリアをこれから始めた人とか、これで有名になった人は大変だよね。うんずっと言われるよね。あの ジョン・スノー役の人とかさ、なんか、だめなことするためにまた無能がとか、<laughs> ジョン・スノー <laughs> ノ,ノーナッシングとかずっと言われ続けるんだよね。<laughs> そんな意地悪な人 <laughs> 松尾さんだけじゃないですよ。そウィットに飛んだ嫌がらせする人は周りにいっぱいいるエイトってひどかったじゃないですか、そのみんなの評判が。<laughs> んシーズンエイト、最,<後>最終シーズンって。あ、そうなのうえー。 なんかねいろいろ批判も多くてで、ジョン・スノーがちゃんと活躍するらしい活躍をしない点いうで、ジョン・スノーについて語る表現として、ジョン・スノーの「Nothing」うん、「You Know Nothing, ジョ h n Snow」スノーっていうの<ー>あのーえー、野人ワイルディングズの中の女の人とこう,、うん、こうエッチするじゃないですか。で、その時に言われるわけですよね。You know nothing, ジョン・スノー で、それがずっと続く感じ。役者さん、役者さんのせいじゃないでしょそう、シナリオの問題でしょ <laughs> シナリオの問題だけど、うん、そういう役をやったことで、ずっと影響を受けるだろうねっていう、うん。いや、それはストレスになるわっていう。いやー。 ね、だって、最後のシーズン活躍しないっつったって、それだって別にジョン、役者さんが俺活躍したいですっていうもんでもないもんね。張り切ったらいたぶんそれ言われたのが、あの、すごい、あのハリントってマゾで、そういうふうにひどいこと言われて、喜んでこのイグリットの人と付き合って結局結婚したわけですよね。ええー、ああ、あのワイ、ワイルド、ワイドリングの人と 本当にで、あのイグリッド役の人って、実はすげえお嬢様で、結婚式はお城でやったんだって。お城は自分のお城だってよ。本当の話ね。リアルの話。本当の話。いぇー。あ、このローズ・レスリーって人か。へぇー。なるほどね。うん、だからそういう。 バックグラウンドを持った人だって、まあ、ハリントン、そのジョン・スノーの役の人だって、うん、え元の、えー、王家ゆかりの人らしいじゃないですか。で、1600年あたりには、王政転覆の咎、えー、を受けた人がサ谷にいるとい。で、それで、ガンパウダーっていう映画は自分、このジョン・スノー役の人が自分で企画して、主演してやって。うん でえーまあ、ちゃんとそういうその王政貴族のバックグラウンドのある人たちがやってるのねという、えーうんえ。じゃあでもシーズン8活躍しなかった理由の一つはもうちょっと疲れちゃってたとかもあんのかな逆にそう脚本本当は最後活躍するので終わらしたかったけどもうちょっと。 このきっとハリソンやばい。そうそう、ハリントンか。そうそう、なんか、芝居やばいみたいな。だって、そう思ってみたら、あんまり芝居っぽい芝居とかもさせてもらえない感じありませんなんか、セリフも少ないし。だいたい口ポカンと開けてるだけだし。そう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 。結構、限界だったのかな。やる気なかったんじゃないもう結婚して、俺、もういいよみたいな。 まあ、トミーは得てるだろうしね、結構ね。うん。ねえ。あの、みんなが体型変わってくんだと、やっぱりだんだん裕福になっていくからとかもありますよね。<laughs> <laughs> シーズ。<laughs> なんか、あのー、インタビュー映像もしも見られるんだったら見てほしいんだけど、あの、ジリっているじゃん。なんかあの、ええー。ああ、あの、えっと、サミュエルの、サムの、 サムの、えー、奥さんになるはいはいはいでサムって赤ちゃん赤,赤ちゃん名前つけて あの人インタビュー映像がえげつないぐらい太ってたよなんかねそすごったねあれはんだった役作りじゃないあのあ見ましたなんかそのサムサムぐらい太ってたよねもうサムより太ってたサムより太ってたかサムがサムがシーズンねんかシェイプアップしてきたもんねサム後半になるとねああそうそうサムだんだんなんかだんだん痩せてきてなかなかあのまあ ちょい、ちょいデブマッチョぐらいな感じになってたけど、ジリは、ジリ役の女の人、なんか、初期状態のサムぐらいになってたよ。<laughs> うん。いや、<laughs> 妊娠してるからかなと思って <laughs> あれ、役の話だよね、って。へそうだよね。いや、僕もだから、インタビュー映像結構見ちゃったよ、なんか。んサムネイルで引かれて、<laughs> あこの役者の人、 この普段のそのなインタビュー受けるときの状態っていうかね、素の状態こんな感じなんだみたいな感じで、うん、結構見ちゃったな。エミリア・クラクってさ、すごいギャハギャハ笑ってるじゃないですか、うんうん、インタビューの間中。デナレーさんはい。全然違うのね、その役からと。ね、ああ、違いますね。あと、なんだっけ、僕あんまり名前覚えてないんだけど、あの背の高い女騎士、一応物役で ブリエンですね。そうそうそう。あの人もインタビューの映像は普通の、普通のきな小切れなお,の、まあ、おばちゃんというかお,お姉さんというか、うん、いう感じなので、ね。彼女に関しては、ゼニさん言うことあるんじゃないですかもっとういろいろ。どういうことキャプテン・ファズマですよ。え、どういうことどういうことブライエンブリ、ブリエン、ブライエニーの役の人ってキャプテン・ファズマの中の人ですよ。 ああそうなんだ。あ、うん、そうなの、うんうん、え、あの、スター・ウォーズの、うん、そう。え知らなかった。<laughs> うん、でもともとそれで知られた人なんだけど、ああそうなんだ、すごい。か知らなんで、えー、オーディションにこうどうしてもやりたいって応募して入った。へぇ。じゃあ、もともと屈強な、なんかこう、女戦士役がハマりやすい女優さんだってことなのかね。うん、まあ、背高いしね。 でもその割にはそのほらプロレスラーとかああいうんじゃなくてさ、なんかこう多少こう、うん、多少っていうか。気品があるような感じもね、こう思って。なかなかあれも名女優な感じがしたけど。いや、なんかあの人、うん、そのシーズン8始まる。最終シーズン始まる直前ぐらいに結構。あのー。なに、こっちの雑誌、サンフランシスコで売ってる雑誌とか見てたな。 結構表紙飾ってたんでですよろ、うん、なところでうんでそれはもう本当になんか全然別人みたいなちゃんと女優さんって格好してうん、うん、女優さんだよね、うん、やっぱねえ<う>みんな女優さんはみんなバッけるんだね注目度が高かった1 9 1ンチ。すげえすげえいやだからもうでかい人見つけたらもう全部ヨーロッパ系の北欧系の人だと最近僕は思うようにして <laughs> ほ、うん本当いる会社の周りとかでもすげえいるもんたまにあのすげえいるもん、うん、たまにって日本語おかしいけどいやあの今日とかまさに昼とかでなんか隣信号待ちしてる人を見上げるような、うん、あのスラッとして綺麗なんだけど見上げるような女性って<ー>い<や>この人絶対北を、ね、そうそうスウェーデンとかそういう人だよなとか思ってうん。 すごいね、これ、あのキャラクター名が全部見られるサイトってどっかないの僕なんか結構、あんま人名見てないの見てなんでな。<laughs> いや、僕もあんま多分かりね、スターチャンネルの公式サイトが一番わかりやすいかない <laughs> 本当ちょっと見てみよう。スターチャンネルにえゲームオブスローンズの えー、まとめがあると思うんで、そこに相関図とかも載ってるらしいんですよね。えー、僕見たことないんだけど。僕なんか今、全然関係ないななゲームオブスローンズ女優出演女優簡単なまとめってサイト見てましたけど。それ見ながら <laughs> それ見ながらいいじゃない。いいじゃない。 いやそのギリで調べたら出てきたのギリの人とか、ここに載ってる時は、これ多分ね、結構数年前のまとめサイトだけど、めっちゃあの,の女優さんの写真綺麗な人だけど、今じゃ、今のあれ、インタビューの映像が出てこないけど。今ちょっとね、なんかおすすめのサイトないのなんかこう誰か YouTube のコメントで。ファンが今、ああ、やっぱり。 えー、スターチャンネルの中にチャートとかいうのがあって、ね、スターチャンネル、スター -ch.jp すらゲームオブスローンズすらチャートっていうのが。これが、えー、各ボルあの、スターグ系とか、えー、タガリエン系とか、それごとに。URL はえーっと、URL を読み込みましょう。 今衝撃的な事実を知ってしまったくれないの魔女年下じゃん俺から見たら全部年下だよそりゃそうだくれないの魔女一切年下だった一つ下だったあまあでも40代にはいってる感じは してるよね、確かにね。うん、ちょっと猫がダイヤウルフを見つけてしまったらしい。<ー>うん、URL どこに貼ってくれたんですかあえっ、ー、と、今、えー、YouTube のチャットの中に。あのすごい。ゲームオブスロンズブログブログ FC あリじゃなくて、その下の方。<laughs> あら。 あそれはドリキンですね、うんはい。松尾さんね、多分リンク貼れないんじゃないかな。あの一回、あ<ー>ディスコードに送ってくれれば僕そこから点、点採です。じゃあディスコードに送ります。<ー>ディスコードに送った。あ、はい、見ます。ああ、本当だ。これ見やすいね。めちゃくちゃ。うん、ゃあこれあ、ミイラとかジョジェンとかすっかり忘れてたよ。

<laughs> いやー君かー、みたいな感じで <laughs>。<laughs> そうそう、なんかやってくれそうな感じました。うん、そ,うそ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 う。それだけ言っていたこ、ね、原作だと結構、うんえー、詳しく語ってる部分感だよね。いやあ、真治君、うん、みたいな。なぜ名前を知ってるんだ、こっちのみたいな。なんそんな感じの、さも知ったり顔でね、こう来てた。うん なんかあれ死に方はもうあとはお前に任せたって死んだよね <laughs> うん早かった意外と早かったね、うん、あこのまとめいいっすねねいいね、うん、ああこのおしゃとかもねこの野人だけど結局なんかこうめ召使いというか使用人というか保護者みたいな感じになった、うん、彼女もいい役だったけどねうん あれ、この人死んじゃったっけキャラクター的に。あーどうだっけ<ー>死んじゃったんじゃないですかね。ねえ、ねえなんか死んじゃった。あとあれだね、そうだ、ホーダーもいい役だったけどさ、ホーダーの名前のゆ,、うん、ゆかりはあれだよねダジャの、ダジャレの作り方を見せられてるようだったよね。<laughs> ホーダーゾー、ホーダーゾー、うん、ホーダー、<laughs> ホーダーになっていくっていう。うーん、そう、ま、覚えてないな。 フォー,ーダーの悲しい<ー>なんでフォーダーが喋れなかったかっていう理由がねねえあれは時空を超えて口をね封じられてしまったみたいなことなんだねあれね、うん、そうなんかちょっとそんな話あったっけど寝落ちしてそうそうかわいそうなフォーダー,、うん、へーあ吹き替えだと僕だ <laughs> <laughs> 僕だホーダーだ,だあ吹き替えだからか <laughs> あっ、うん、何吹き替えはね僕だ僕だホーダーだった <laughs> ダジャレなんだ <laughs> それはダメだそれダメだわ <laughs> ホールダゾーアなんだよね、うん、扉押さえろ扉押さえろだったんでね <laughs>、うん、ホールダゾーホールダゾーそれいいね <laughs> じゃあやっぱり <laughs> 字幕で読み直さながらそれでも好きだな <laughs> 機械で見直すのまた面白そうだね。逆パターン。僕だ僕だ方法だはいいね。なるほど。センスあるな。でもね、時空を超えてなんか過去の人に影響を及ぼすなんて、なんかインターステラーみたいなのさ、なんかちょっと。なるほど。ねえ。うん。あと、前さんのコメントに戻ると、 サーセイ、はい、を今見てるシーズンだと口元のシワがすごく吹け込みがす,、うん、すごい。ああ<ー>、そろそろそう、ねね。アップのシーンがシーズン後半だと多くなかった。うん、サーセイのさ、うんこう、顔の部位とか、顔のなんていうの目,目だけとか、ほっぺたから鼻とか口元とか、ああいうのをさ、大写しのシーンがすごくあってさ、サーセイ。うん 先、まあ、ね大活躍するからね、悪い意味でというか、ん、悪役として大活躍するんで、あんねあの、素裸で歯止ねはされて、歯止されたりとか、なんかそのせいかもしれないけど。ショートになってから突然、老け込みがさらにこう強調された気がするけど、ン<ー>さんはそれに対して、<ー>そろそろコンピューターグラフィックスは、老け込みや成長対策に使うべきだって主張してますね。 もしくは固定しておいてモデリングしてそれだけで動かすみたいなシーズン1撮った時に全部モデリング完全にしてあとはもうモーションキャプチャーだけ撮ればいいんじゃないだからリンデワグナ方式ですよデス・ストランディングのそしたらもうしいね。ある程度まあそれで出演量が次回作から下がっちゃうっていうことになっちゃうときっとあの ね、あのアメリカなんかだと俳優組合があるでしょその CG の規制をだいぶやってるようだけど、うん、まあその辺はちょっとねギャランティーの方でギャラは下げないから CG でいいかとかさそういう感じである程度こうやってもいいのかもしんないよねこう、うん、作品と作品の間が空いちゃうとねまあ 特に子役の場合は物語の中ねそのものにも影響出てきそうだしうんあとね年取ってるのが悪いとかじゃなくてね,ねその物語の設定とだいぶ変わってきちゃうとそう、ね、ストーリーテリングの影響が出そうかなっていう意味でねうんあと僕前さんのコメントで分かんなかったのが、うん、デナーリスの仲間になった異民族の戦士のイケメン役者変わってるって言ってるんだけど <laughs> ああ、変わったでしょ。わかんなかった。<の>どれのこと言ってんのかわかんなかった。え、えっ、ー、と、相関図で言うとさ、シーズンまたいで俳優が変わっちゃってたんで、えーっ、えー、みんなすげえよくわかってる。ダーリオだって。そんな続いてた部下っていましたっけって。ドロゴの部下だよね。えーっと、あの、ほら、えー このの表には出てないかなあれだ結婚した人。ああダーリオねはいはいこの人ねえ変わったんだ変わったっていうのをんか読んだ気がする。ダーリオダーリオ相関図でデナーリスの真下にいる人ああそうそうそうダーリオ髪の毛がさ金髪だったのにさシーズンまたいだら黒髪になってたんであれと思ってそのくらいは合わせようよとそう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  ああのまあ、同じイケメン、マッチョイケメンな感じで、雰囲気はあってんだけどあの、毛の色が変わっちゃってるんでびっくりしたんだよね。あれ、どうしたんだろうと思って、あれ、こんなキャラクターいたっけと思ったら、そうそうそう,そう、ダーリオ・ナハーリス、そう,そうそうそう、セカンド・サンズだ、うん、そ,うそうそうそう、うん、あのほら、セカンド・サンズの3人の長みたいのがいてさ、うん、それを2人分殺して、それを手土産にでナーリスのとこやってきてあ<ー>、うん、あんたに使えるって言った人。 あそれでデナーリスってさ、あのー、いろんな建前言ってるけど結局イケメンとは寝るよね。っズコメントもありましたね。うん、そうそうジョラーモーモンとか <laughs>、うん、あのジョラーなんて結構ねデナーリスに純愛を、まあ、途中裏切りだなんだっていう事件もあったけど、うん、最,最初から最後までデナーリスを愛して続けてたのに、うん、ねえ。 ちょっとおっさんだから私嫌っつってなんかでもあ劇中でもねあの私はあのジョラーの愛は受け入れられなかったとか言ってたもんねズバりね、まあ、好みじゃないんでってことだよね <laughs> あれねタイプじゃないんでっていう,う前さんのコメントがイケメンとは大抵寝る <laughs> でもあんなにあんなにあんなに愛してると言ったおっさん騎士とは寝ないって書いてある <laughs> そう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  <laughs> いやでもねジョラーって あのドラマ上ではすごいイケメンの人が演じてるけど物語上だとねあの結構おっさん本当のおっさんだので<あ>そうなんだダンディーおじさんだもんねジョラーモ、うんね、の映画というかドラマの方はね、うん、そのままなんかあのアンダーアイヤアーみたいな感じであのディーバーを守りそうな感じじゃないですかボディーガードみたいなそうだね もうジョラーオシオイカラあれ、デナーリした後、誰と寝たんだっけもちろん、ス、え、ノート。もちろん、スノートも寝ちゃったし。ドロ,ドロゴは当たり前だけど。ああ、そっかそっか、うんそ。いや <laughs> <の>あ。ちょっとイケメン好きだよね。あ <laughs> あ、そうだ。あれと寝なかったんだ。あのー、インプ。えー、っと。 ティリオンは違うじゃないですかティリオンってだって結婚したじゃん,ティ,じゃんあティリオンは違うわティリオンはあれだ3作だったそうだそうだあれデナーリスってもう一人は寝てなかったっけ寝てないかそんなん礼しそ,そんなになんか軽い感じではなかった,きましたけど <laughs> あそっか <laughs> なんか僕すげえ軽いなこの女と思ったんだけど <laughs> 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 なんだ結局イケメンが好きなのかよとか思って <laughs> なんかでもやっぱりやっぱり今話してても思ったけどやっぱこの役の人がやっぱりそこのキャラの人と同じ性格なんじゃないかと思い込んじゃうぐらいの完成度だからみんなちょっとうん、うん、まあそうね、うん、みんな演技が上手なのでねそううますぎ、うん、ほんと上手だったねそれは思ったよほんと、うん、に上手だねみんなね、うん、そう <laughs> 皮膚病の女の子火あぶりひどすぎるけど 紅の魔女セクシーすぎて憎めないって言ってますよ <laughs> そうそうそうなんか<後>あの火をつけてったじゃないですか、うん、なんか刀そう,そう,そうああはい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 魔法なんか最後の魔法だか分かんないけどねそうあの時はもう「紅の魔女最高」みたいな感じでみんな応援してたと思うんだけどねえ あとね、僕好きだったの、えっ、ー、と、どこだどこだっけ、えー、何系<家>何系何系耐えれる系の俺のおばあちゃん。あ、ブロンだ、ブロン,ブロン。ブロン、ブロンいいね。ブロンもかっこよかったな。手薬みたいな。<laughs> ねえ、ポドリック、ブロン。うんうん ポドリックはあれだもんね、下ネタ、炸裂してたもんね、なんか、<laughs> デカチンコ野郎なんでしょ、これ。ああ、で、寝た、ね、人、女の人をすべて喜ばすっていう話だったんだけど、うんうん、でも、ほら、最後にさ、あのうん、歌ったじゃないですか、ロングナイト。ああ、はいはいはい、はい。で、実は、歌を歌ってたんじゃないか、説があって。ああ、なるほど。だからそういう綺麗な話に <laughs> だったらいいかなっていう。 あでもなんか楽しんだかつさ楽しんだとか,なんか言ってたような気もするので、うんうん、まあねまあいいんですけどあとそうだ「ブロン」のねこのねインタビューも見たんだけどね、うん、なんか日本語あの日本のファンに向けて日本語を喋ってたよ。 あのー「はいジャパン!」とか言って「世界同時 <laughs> 世界同時!」って言ってて <laughs> <laughs> 世界同時公開用の <laughs> 世界同時公開用のインタビューなんだと思うけどなんか世界同時の響きが良かったのか「世界同時!」って言っててどんな情報だっていう話だけど <laughs> ブロンでも日本人受けするあのちょい悪親父の典型ですよね ねえ、うん、ちょいわり親父のサン、うん、侍みたいな感じでね、かっこよかったですよね。<laughs> 面白すぎるわ。僕、結構あの、野人の最後まであのスノーと親友になった赤毛,赤毛の、これ、トアマンドって言うんだっけ。うん、トアマンド。トア,マンドね、トアマンド好きでしたけどね、うん、キャラとしては。いいやつですよね。なんかあの あの野生感が好きでしたけどね。ああブリエンとあの寝たいみたいなことずっと言ってた。ああこういう巨人の巨人の地で育ったみたいな。うあのなんかあの素直なところが好きでしたけど。ブライエンにったけどね。そうそう最後まで頑張っためつってるんだけど。しょっちゅう無視されてたよね。こっちみんなんで。 でも最後はねジョン・スノート彼とあとえダイアウルフの何、うん、だっけ名前<れ>あのワンコロちゃんと <laughs> ずっと3人で、うん、仲良く暮らしていきましたっていう感じになるでしょトアマンドが、うん、トアマンドとジョン・スノート そうああ、そうだね。うワイルドリングのそうゴーストゴーストちゃったっていうことなのかな、うん、あれね、うん。あれもハッピーエヴァーラフターですよね。ああ、そうですね。なんかまあ、大きな、ね、トロフィーはつかめなかったけど、うん、自分の好きなような生活ができてますんで、皆さんご心配なさらずにっていう感じの終わり方だったよね。<laughs> うんうん そゴーストと一緒ならもういいじゃんそれでっていう,うねゴースト片方耳なくなってたねあれ戦争で切られちゃったのかね<う>あれ、うん、いやあれ実際ねあのゴーストっていうかダイヤウルフ50頭と、うん、あのゾンビドラゴンと戦うっていうシーンが企画されてたんだってええ面白そうでもそれは最終的に切られて撮影もされなかったんだけど、えー、それこそ欲しかったのにみたいなことをねなんか聞きになってましたねう なんかそのシーンをやっぱり斜め上から見下ろしたエイジオン・エンパイアーズ視点で見たかったな <laughs> ただ、あのーえー、最,最初の別れの時に、えー、ゴーストとの別れの時にジョン・スノーが撫でなかったっていうのはすげえ批判の対象になっててーああ、確かにうーんっつってね、なんか首にてたけどね、うん、ゴーストね。 普通のワンょっとマッとすべきだったっていうことを、うんえー、ジョン・スノーがすげえ批判されてたんだよね。<laughs> どうでもいいよ、<laughs> 見てる人たち、本当、ちょっとやばいね。<laughs> やばいねで。それが最終的にこの、うん、なでなでしてあげたから、うん、結局良かったという。いや俺ああ、まあラストではね、うん、まあまあ最後の方で確かに,確かに。てーソロンズ作ってる側のの人の に絶対なりたくないっすよね。なんかもう、<laughs> 警察、警察だらけどころじゃないもんね、なんか。そう。うん。めんどくさいわ。まあね。僕はご、あのーあのー、間ね、ドリキンさんに送ったコメントですごいのがね、サーシェがすっぱだかでうんこ投げられてるっていうコメントがあって。まあ、その、<れ>その通りなんだけどね。<laughs> そこに関して、ね。あそこ あそこさ、僕、本当に面白かったのはさ、あのやっぱ俺、うん、サーセーって、なんか相手に嫌なことしてやろうと思ってさ、うん、あの変な信仰宗教団体に権力持たせたらさ、うん、結局自分,、うん、自分に返 <laughs> ってくるって、あそこが面白くてしょうがなかったよね。うゲラゲラになっちゃったの、ね、そうそうそう。コントロールできなくなっちゃったね。で、それで最後、<laughs> あやつらごと爆破するって、ドリフのコントみたいだよね。<laughs> <laughs> 収集つかないからね、うん、全部爆破ってすごいね。いやでもあれ役としても結構辛いシーンですよね <laughs>。あれはすごいね。ああ裸を出してて確かにこの作品って、ねうん、ヌードのシーン多いよね。紅の魔女もね、うん、もねう ななんんかキジョイみたたいなことやってたもんね,なんかね <laughs> デナーリスなんて最初からもういきなり抜かされてたじゃないですか。ああそうそうそう僕あれシーズン1をさ飛行機の中で見てたんでさ <laughs> 僕あのー、しかも12.9インチのでかい iPad Pro で見てたんでさ <laughs> あの人 <laughs> 通路側の席でエロビデオ見てるよみたいな周りで言われてんじゃないかなと思って、ちょっと心配になっちゃったんだけど、でもそこでさ、なんか隠したりするとさ、あ、やっぱエロいの見てたんだって言われるそうだったから、もうデナーリスがもうすっぱだかでいろんなことやってるところは、もう堂々と通路側で iPad を斜めにこうキーボードスタンドでこうやって、普通に見てたよ。何を考えての見てないのは日本人だけなんで。 うん、全世界の人たちはあれをあのシーンも見てるわけですよ。うん、あなるほどあ、うん、またデナーリスのあそこ名シーン見てるんだぐらいな感じで、なんで今頃見てるんでしょうねみたいな。<laughs> でも僕はあ、アナの日本発便とか乗ってたから、あれなんじゃないかな。<laughs> <laughs> いや本当、あれはなんか、金髪、金髪外人もの見てるよあの人みたいな。<笑><笑>いやでも、あれも、えー、必然性のないヌードだとか思うじゃないですか。 うん、ちゃんとあれは意味があったんですよね。お<う>むちゃくちゃ熱いお湯に使っても全然平気だったという。うん、ああ、なるほど。ううの焼けないっていうね。焼けもしないっていうね。ああ、なるほど。うん。でもあれだね、あの役者の NG 問題なのか知らないけど、うん、アリアはあれだねあの、乳首見えなかったね。 <laughs> あれはさすがに年齢的に問題あるんじゃないですか<笑><笑>え、アリアでもなんかほら、えっ、ー、と、あの、お年ごと、なんかほら、世界の終わりだからやっちゃおうっつってやってたじゃん、うん、なんか。ゲンドリーとね、やってましたね。ね、うん。あのシーン、なんか微妙なアングルで、なんかこう。 グラドルのイメージビデオみたいなアングルで撮ってたよね。そこだけ気遣いは見られましたね。今までのあれはね、多くの人が見たくはなかったって言ってたね。あそうなんだ。まあでも、みんな自分の子供みたいな感じでいるじゃないですか。成長の人か、そうか。自分の娘が男の手に渡っちゃう的な。そう。見るなよって感じだよね。どこまで感情移入してんだから。 ジェンドリーか、そうだ、ジェンドリーだ。そうそう、ジェンドリーとね、このアリアンの。てるけど、実際発音、ゲンドリーって言ってるんですよね。ああ、そうなんだ。ジェンドリー、ジェンドリーって、カタカナで。ジリもギリって言ってるんで。ああ、ギリって言ってたね。確かに、それは聞いてたな。で、この辺が原作でそうなってるから、そのまま踏襲してるんだと思うんだけど、うのなるほどね。字幕で見てると、ちょっと迷う部分ですね。 そうだね、うん、字幕って出ちゃうとね、うん、そっちに目で追っちゃうからね。うんうん、いやほんとねこれ<ー>あの善治さんがでも最後の方であのやっぱりドラゴンとの,あの対決っていうかたぶんシーズン8のエピソード3のあのバトルシーンだと思うけど黒が会長をマスター、うん、これ HDR うこうじゃなくて会長のマスタリング間違えてるよって怒ってますから。 US ですごい話題になったという、うん、問題になったんだみんな真っ暗すぎて見えないっていう問題ですけどねねああ確かにこのコメント見るとスノーはゾンビになって復活するのかなとかって書いてるね <laughs> 僕ね <laughs> 復活したね本当にね <laughs> <laughs> 確かにねまあそうだよねそうそう あれでも僕、HDR っていうかあの、あの UKL のブラビア A1 で見てたら結構暗証、綺麗に見えてましたけどね。ああ、えっとね、僕もねその、このコメント書いた時はね、iPad で見てたのね。あ<ー>で、実際にこの、ほら、最近の日本の映像えのえ、日本のテレビのさ、映像エンジンしっかりしたやつで見るとさ、うん、なんかその辺全部あれだよね、いろいろ処理してくれて、うまい声に見せてくれるもんだね。 あと iPad は結構そこら辺苦手なのかもしれないですね。そうかもしれないですね。だからテレビで見たときは、ねうん、そんな違和感がなかったですね。最終話とかはテレビで見てたんだよな、うん、iPad じゃなくて、うん。うん。そうね。そうまあ。いや、これ話し尽きないけどね。<laughs> うん いや、でも、聖堂が爆破された時は、ちょっと笑っちゃったな、僕は。<laughs> <laughs> やったよ、こいつと思って。ドリフだ、ドリフだと思っちゃったも,もういいっつって爆破しちゃったもんね、もう。そう。<laughs> ワイルドファイヤーこのための設定だったのか、みたいな。うん、ねあ,あの、ガソリンみたいなやつね。うん、なんか、緑のやつ。ねなんか、テロの、テロっていうか、テロ防止のためだかわかんないけど、セキュリティのためにいでしょ、いろいろな場所に。 うん、あのガソリンみたいなのが仕込んであるみたいな,なんかそんな話があったんだけど、うん、そこをねまさか新興宗教を全滅させるために使うっていうねすごいよねリセットリセットボタンあったら押すみたいなね、うん、そこ面白かったな、うん、比較的前治さんはコメント的にこれをなんかこう あれですよね緊張と緩和で笑いが起きるって言ってますよね、このドラマに対して。そう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 。結構ね、だから、僕も見ながらね、結構で、ね、声声出したりしてたら、あー,はーとかって言って笑,笑ったりとかしてた <laughs> <laughs> そうそ。どうなんだろう、み,みんなは結構シリアスもんとして見てるんじゃないやっぱり。ああ、僕なんかね、まあ、コメントにも書いてるけど、やっぱりこれ、真珠夫人だなって書いてるでしょ。だから。うん なんかこうシ、シチュエーションはシリアスなんだけど、結構こう、笑っちゃうというか。うん、あまりにひどすぎて笑うっていうい。そう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 。笑いが出ちゃう。そ,そ,そ,そう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 。やったよ、これみたいな感じで笑っちゃうみたいな。<laughs> ねあとね、あの、僕は本当に面白いなと思ったのは、あのこの頭のいい人たちが、このいろいろ裏切ったりするじゃん。 うん、このね、裏切りのこのシチュエーションというか、このシナリオの進行もね、こう、やたら裏切る人いっぱいいたよね。えっ、ー、と、バリスだっけバリスに。うん、ティリオンも結構裏切るし、ね、ああ、そうだ。一番の裏切りはティリ、あの,の、リトルフィンガー。リトルフィンガーか。うん、ベイリッシュだ、ベイリッシュね。ピーター・ベイリッシュベ。ベイリッシュ。ベイリッシュとリトルフィンガーね。そうそうそう、同じ人ですもんね。 そう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 ね、ベイリッシュが一番なんかあれか、いろいろ自分が裏で手を回していろいろ人を操ってやろうと思ってるような、うん、なんかこう、ちょっとデスノートのキラーみたいな感じの計画通りみたいな感じの人だったのに、うんうん、結局最後はね、このアリアに裏を書か,かれちゃったんだね、あれね。うん、アリアにというか、サンサに裏切られた。サンサが。 が見通してたのか全部逆転裁判みたいなシーンあったじゃん。で、それもリトルフィンガーの手法をサンサがずっと学んで、なるほど最悪な状況を考えて、裏読みして真実を探るのよみたいなこと、探るんだぞみたいなことをベイィッシュから教わったから、それを使ったってことなんだね。その原を教えた がためにリトルフィンガー自らを滅ぼしてしまったというでそれで三差は強くなったんだ、うん、サンサーとアリアがその姉妹で仲悪くなっちゃってなんで私はなこんなに仲悪くなったんだろうと思った時にそのベイリッシュがくれたヒントが役に立ったってことなんだね、うん、こういうこの後はこの姉妹がねこの姉妹喧嘩をこう進めちゃったらどういう悪い状況になるかっていうのを考えて、うん これを仕組んでるのは誰かっていうふうに裏読みしてたってことなんだろうね、これ。結構痛快だったけどね。でも死に方はちょっとっけなかったけど。うん。うん、確か。で、なんかその頃から三サ叉サの腕の組み方かな、手の組み方がリトルフィンガーっぽくなってるっていう指摘をてたすあ、すごいね。それは知らなかった。へぇ。ちゃん作ったのかな。先生となった、心の師とはなったけれども。うん えー、乗り越えたみたみいなあなんかよく言ってたもんねなんかその辛い目もあったけどその辛い目にあったことこそが自分のなんか勉強になったみたいなことなんかね、うん、セリフで言ってたもんね、うん、なるほどうーん,うーんまあそっかあのアリアはねあのアサシン・クリードみたいな人にいろいろ教わったしサンサはあれだこう いろんな貴族のひどいやつらに翻弄されて強くなったということなんだね、うん、きっと、うん。だから最初は、えーと王,子ま、王子様と結婚して、うんえー、その結果で女王になれるっていうふうに夢見たああ夢見る少女だったもんね、うん、確かにで。それが最終的に自分が、えー、キ,ンキング・イン・ダ・ノースじゃないクイーン・イン・ダ・ノースになって北の女王と,うん、うん、と自らが女王になるっていうこ、うん、こまで成長できたわけじゃないですか。ううん、うんうん、うん あでもラムジーと結婚した意味があったかどうかわかんないね。ああ、あラムジーもいい役だったね、あれ。<laughs> あれはすごかったですね。ねあれはもう顔が悪役でしかないよね。うん、あのー、なんだろう、あのホラー映画に出てくるね。あの、うん、実は私が犯人でしたっていう感じの、ばれてからあのすごい追い込みをしてくる悪役いるけど。<laughs> あの辺の映画に出てくるような、まあ。ただその正体がバレてからが長いよね。ずっと残虐な行為やってたもんね。<laughs> いやラムジーとシオンのあそこら辺のところは相当つらかったな、見てて。うん、ねえ。うん、すごいよね。チンコを箱に入れて送りつけるってすごいよね。<laughs> うん、いやあれはつらかった。いや、あの辺がね、なんか。 あれですよ時計仕掛けのオレンジとか、ああいうあの辺の暴力シーンに近いかな。あえー、なんだっけ、えー、とあと、層、えー、とかさあ<ー>あこう、心理的に追い詰めるというか、実際に切断するシーンはないんだけど、その状況を想像すると怖くなっちゃうみたいなね。うん、実際にチンコ切ってるシーンはないんだからね。 いやでも、シオンとかも本当にこの人、ほ本当にキャラせ性格変わっちゃったんじゃないかっていうぐらいの変化で、役で、ね<あ>、もうなんかこの人、本当大丈夫っていうぐらいでしたね,ね。心が病んじゃったか、そうするとねそうそうそう。あれ、すごかったよな役、役だとしてももうなんか、本当にって感じでしたよね。だってもう、立ち振る舞いとか、せかっかく。 みたいなのか全然違う,か違う風になっちゃうじゃないですか。うんすごいよね、役って。<laughs> 役者さん。なんかちょっと猫背みたいになってたしね。そうそうそう、うん。心が病んでからはね。うーんいやーなんか役者さんす,すごいなって思った、あれは本当に。あれは、あのー、全ん的にドラゴンクオリティはどうなんですかあ、そう、それを聞いたえ。ドラゴンクオリティってな<ん>かドラゴンバトル。 ドラゴンバトルとかドラゴンもさ意外となんかとまああんま出ていざってだけパッて出てくるけどちょっとたまに僕も気づいたのはなんかあれゴジラかっていうところもあったりとかしたり、うん、ああいや僕はそんな気になんなかったけど結構あのでっかいドラゴンあちっちゃいドラゴンからさだんだん大きくなってくるんでなんかそこ面白かったな、うん、あの最後<も>ドラゴン結構 あの燃え尽くしてガンガンやる時あたりのでも CG ちょっと合成感出すぎかなってあの他のクオリティに比べるとってちょっと思いましたけどねあーなるほどあのデナリス乗ってる時とかうんあなんかあの人がインタラクションしてる時はきっとあれ CG じゃなくて多分ねあの乗ってる部分のところなんかをこう はいはい、模型だかわかんないけどはい、はい、そういうセットで作ってるんだろうなと思ったけど、うん、なんかでもアニメーションとか結構よくできてたんじゃないですかね、うん、あのー、やられ方は意外とやられる時はああ<ー>結構あっさり死ぬのはね、うん、なんか恐れられてる割にはあのスコーピオンでねうんそう下からの攻撃に脆弱性があるんですよね、うん、ねであとナイトキングが放ったなんか槍みたいのを食らっても死んじゃうし、うん、あと あのー、ゾンビ化したドラゴンもね、意外にあっさり死ぬし。うんうん、なんかまあ、あれじゃない、あのエイジオブ・エンパイアじゃないけど、シミュレーションゲームとして考えると、攻撃力は高いけど、守りが弱いみたいな感じのユニットなんじゃないですかあれそうすね。<laughs> 攻撃力だけつば抜けてう意外と耐久力ないっていうね。まあ、よくありがちなパラメーターですけどね。ねえ。 えっと、あと、なんだっけ、ラニスター系・ケラニスター系・ケえ,ー、えおじいちゃんのえっ、ー、と、おじいちゃんあのー、えー、あタイウィあ、タイウィン。タイ,ウィンタイウィンかっこよかったね。なんかあの、スター・ウォーズ出てきそうじゃあれ、ね、あの人。そ<う>スタ天の司令官やってそうじゃね <laughs> そうです、<laughs> デス,スターの司令官っぽい感じ。<laughs> ね<え>、うん。 あの人の後ろからダース・ベイダーがフーフーって出てくるんじゃないかぐらいの雰囲気といっぱいあったよね。<laughs> うんうん、で、あの人さ、えー、キング・オブ・モンスターズに出てたじゃないですか。キング・オブ・モンスターズってなんだっけゴジラの最新のやつ。<laughs> ああ<ー>、<ー>そうなんですね。見てないですか。うん。いっぱい怪獣出てくるやつでしょうん。で、その中の,あの黒幕で出てくるんですよ。へ、えー、そうなんだ。しかもがっつり出てくる。 なんか、うん、このイギリスのなんか本当に貴族でいそうな感じの顔だよね、うん、こう年取<う>ってんのに細くてさ、うん、なんか姿勢もよくてさ、うん、上から目線でいつも喋るしさ、うん、ねえ <laughs> これいい役者だったよねかっこいいと思ったうんまあわかるなんなかかっこいいっていうかあの 逆らえない威圧感みたいな。ピーター・カッシングっぽい感じはありますよね。あの、スター・ウォーズのそうそう。オーラあったね。確かに。この人は将来的に CG でよみっちゃうかもしれない。そう、死ぬこと全体ですね。そうそう、僕言いたかったのさ、マージェリーって言ったじゃん。あの、こう、ジョフリーの。スターの、そうそう、ジョフリーのお嫁さんになりそうになったり、トメ、お嫁さんになったりとか。 このマージェリーってさ、結構策略家で、市民からの、なんていうの、この、信頼を、こう、ね、受けて、うん、えー、まあ、女王様、王女、女王様にな,なりたくて、なって、で、実験私が握っちゃおうみたいな、結構その、うん、なんていうのか、したたかな、うん可いいだけじゃなくて、頭もよくて、したたかな感じがあって、その割には、あれだよね、なんか、 あまり活躍はできてないよねその、うん、私はこういう感じのキャラクターなのよっていうのをいろんな場所で見せてるんだけど、うんうん、成功した場面がないんだよね最終的にあの、うん、爆破されて死んじゃうしねだからそこでも気づいたけどああそうだ賢いからね、うん、気づいたんだよね、うん、なんかあのそうそうあののそそうう何 一流この中のスタメンに入りそうに見えて、最後まで、その通り、その通り、<laughs> なんか、二<い>軍で終わったみたいな感じですよね <laughs>。そうそうそう,そうあの、この中でね、いっぱいサーセイだとか、もう悪いやつら、バリスだとか、うん、ベイリッシュとか、も頭よくて悪いやつがいっぱいいる中で、私もあなたたちぐらい悪いことできるのよって、いろいろ素振りを見せておきながら、打、うん、席にあるんだけど <laughs> 退場みたいなね。なんか一発ここ一発が出ないんだよねみたいな。うん、いい役だったよね。あまわざとそうしたのかそうシナリオがこうそうなっちゃったのかわかんないけど結果的には世の中にああいう人いそうだしね、うん、いっぱいね。うん、なんかマージェリーのしも人もなんか見てる途中から。うん 最初はなんかこの人微妙かなって思いながら結構感情移入しません、うん、そうまさにだからあ一軍に来るだろうなっていうのも期待もあるのでなんかだんだんおこの人かわいいなとか思い出したりとか <laughs> そ<の><ー>好感度上がっていくんだけどそうそうだねもともとはあだもんねレンリーっていうあの男好きの王様の奥さんでね、うん こう相手にされないを、うん、寂しい奥さんだったのがどんどんなんかこうな,なんていうのかなこう見せ場をさこ,うこれからいっぱい私はあのこのドラマの中でいっぱい活躍していくのよっていう感じの上り階段を上っていくような感じの場面はいっぱいあったけどね,あったね結局あまりこう弾けなかったっていうのはあったけどっ結婚ルートというのはよくなかったんじゃないですかねこのストーリーにおいては。 あとね僕結構好きだったのはあのばあさんの,この彼女のばあさんのオレナね,、うん、ねあれかっこよかったね、うん、ああのジョフリーを毒殺したのも彼女だしあ、うん、あの彼女はだよねこの一連のこの,わあの頭のいい悪者たちと肩を並べるぐらいの悪者に悪者っていうかねこうしたたかな人としては活躍したんだけども、うん 結果的には負けちゃったっていう感じだね。ゲームに負けたっていう感じの人だったね。あの、そうですね。悔いなしみたいな感じだったね。そうですね。うん、そうでしたね。ワンチャンアンパって感じでしたよね。うん、で、しかも最後、自殺はするんだけども、サーセイに向かってね、相手が悔しがる一言を言ったもんね。あんたの息子殺したのは私だよっていうね。ちゃんと言って、かっこよかったよね。引き際もかっこよかったで、おばあさんね。ねえ、ばあさん。 まあ、マージェリーもが好きでね。うん。そう、ね、孫のために、うんえー、殺したって言ってたしね。そうだね。このバーさんはね、うん、このロラスとマージェリーっていうこの2人よりも最終的な印象に残った感じがするよね。うん、このバーさんかっこいいなーっていう。確かに。まあ最後までね、一番引っ張ったしね、このタイレル系シねシリーズでもさ。松尾さんさ、このあの新興宗教のあのほら、うん、ハイ・スパローのこの役者なんだっけ、うん この人結構色出てるよね、この役者の人。これはね、なんか見た気はするんだけど、ねえ、なんかでもよくある顔出せなかった。ね、<laughs> 何の人なんだろう、なんか見たことある。あの人もね、演技うまかったよね。うん、まあみんなうまいんだけどさ。そうそ、ん、う、みんなね、ほんと感情、あのね、異乳というか、像の,の意味も含めて、みんなこの人が嫌いになったり、好きになったりするぐらいね。未来世紀ブ、ね、ラジルに出てるんだよね。 へ、ね、えー。うん、いやそうね。あと誰だろうね。はい、スパロン、ヤクシわかんない、そんでてこないんじゃはい、ハイスパロン。俳優ユはい、ハイスパロンって、索したクシス。はい、スパロン、嫌いって出てきました ジョナサン・プライス。<laughs> あ<ー>名前は、うん。名前はよく出てくる、ね。ああ、あれだ !007 系か、うん、パイレーツ・オブキャル・カルビアン出てるって言うよ。ああ、そうなんだ。僕、うん、多分ね、今、パッと見たのを思いましたが、たぶト,ト,トゥマロー・ネバでちょっと古いけど、あ<ー>なんか、ゼセブ7で見た顔だなと思う確かにね、パイレーツ・オブ・カルビアンに結構シリーズで出てるんですね。うん。 が確かにいいね。いいねうん。わかるわ。ブンね。僕でもね、<う>なんだかんだね、トータル、<ん>トータルいろいろ感情移入して最終的にミッサンディファンだったんだけど。う<あ><後>ねえ、ミッサンディ死ぬのは僕もちょっと予想つかなかったな。ああなんか最後、でナーリスが死ぬんだろうなとか。 あのスノーが殺すんだろうなみたいな予想してたけどこのミス・サンディが死んじゃうのもかわいそうだったなあそこ一番いよっっって思ちゃ特に意味のパターねあそこ一番ショックだったそうそうそう結構可愛いいしねいやめっちゃこの女優さん美人ですよねねえかわいそうと思っちゃって僕は殺されたらしいんで普通に声出したのかわいそうって言っちゃったもん 俺ミスサンディー結構インスタとかで調べちゃったもんだってあの <laughs> あ<ら>女優さん <laughs>、うん、あら、うん、ねえでその後ねグレイワームがすね出すのが面白かったよねああ許さんみたいなねあとそそうでうな,んか,こうなんか顔つきもねちょっと変わっちゃった感じもしたしそうかこんな相関図こんなでかいのか すごいですね、この相関図ね。ね僕、この相関図、もしもあの4月の頭に見せられたら絶対見てなかったと思う。<笑><笑><や>これ、すて全てネタバレなんね、うん、でね。これもそれぞれのシーズンごとの相関図、うん。なるほど。これ、シーズン7の相関図だから。ね、シーズン1だとこれが。だいぶちっちゃい。うん、あ、本当だ。なんか、プロで塗りつぶしてあるみたいになってたんだ。うん そうそうそうういえばこの相関像見て思い出したけどあのマージェリーほどではないけど、うん、あのリアナってあのちっちゃい女王様みたいな女の子の。あ<ー>、はい、あ最後あの巨人のゾンビ殺す人ね殺す女の子ね。ま、そうでもあの子もまあそれをやったけど意外と活躍の場が最後すっていった気はなも,<ー>もうちょっと活躍するか少なくとも最後まで生き残ると思ってたんだけど。 なるほどなるほどなんかん、まあ、巨人倒しただけみたいな感じになっちゃったのがちょっとあまああの幼いのに口が達者でみたいな感じのねキャラ付けをされて時々不満言ってブーブー言って結束力が弱くなっちゃった大人たちに活を入れるみたいなね、うん、それで大人たちは子供にに活入れたんじゃちょっとかっこ悪いみたいな感じでねこう襟を正すみたいなシーンがいっぱいあって印象深かったけど、うん まあでもあれじゃない物語の本編に絡んでくる感じではなかった気もするけどみんな結構厳しいあれ以上の活躍はいらないんじゃないかっていう子もうんそうそうそう僕もそう思ったなあとあのそうそうそうあれかっこよかったよ最後としてんかちょうどいい塩梅のバランスの割り方じゃないかそうあれなんかあれですよ北斗の剣だったらうん ねラオを殺してるぐらいな感ちょっと進撃の巨人チックにこう食べられそうな感じで口がバーって迫ってきてね<う>最後カメラがサイドビューになってわかりやすく目のあたりを刺すっていうねわ <laughs> かりやすいカメラ演出が僕好きだったけど <laughs> いや僕なんか劇団一人の奥さんにしか見えないなと思って見てましたけどね <laughs> わかんないかな誰だっけな名前出てこないけど <laughs> まあいいですけど。 僕、あとさ、ロビンって、ちょっと知恵が足りない感じの男の子いたじゃないああお母さんの、ね。そう、おっぱいを10歳にもなっておっぱい吸ってる男の子。うん、あれ、なんかさ、後半みんなが集結した時にさ、この子も結構大きな大人になってたけど、うん、あの <laughs> 大きな大人になってるけど、ちょっとアホずらしてたよね、ちゃんとね。なんかかっこいいってい話があったね <laughs>。<laughs> ああ、そうなんだ。うん。 なんかいい、うん、なんかい,い塩梅で成長してて、なんかちょっと安心したよ、なんか。うん、であと、あの場にさ、き綺麗な奥さんをもらって、でも、うんえー、親族が全部殺されてみたいな、エドミアも、こう、のほほんと言ったじゃないですか。ああ、彼もね、なんか場の空気が読めず、なんか、うん、<王>自分が王になろうとしてた。<laughs> てた <laughs> 演説して、みんなからたしなめられるっていうね、あれ面白かったね。うんうん、あれも笑うシーンだろうけどね。 サンズから座れとか言われてね。ね、うん、そうそうそう。ホワイトウォーカーのあれだね、この相関図は随分寂しいね、これね。あの、修学旅行で欠席しちゃった人みたいな感じですって、ね、<laughs> これね。えー、まあ。これもうちょっと他にも何かいたのにね、なんかあのほら、はい、ちょっと馬に乗ってるやつとかさ。はいはい。あの辺の関係ど、どういう感じだったんだろうね。 結局このホワイトウォーカーの謎的なものは別に特に深掘りされてないんですか原作とかでも。ああ、そういう。原作だとあの森の人があの人類の祖先と戦う時に、えー、不利になって、えー、そのためにえ仲間を作るためにホワイトウォーカーを作り出したと。ああ、なんです、ね、なんか頭にキノコが生えちゃったみたいな人たちあれ、そうなんだ。 そ、うん、そうそうあの辺のことってあんまり詳しく語られてないよね、そう言われてドラマの,の方ではね。たぶ、えー、それはね、<う>プリクエルをこのあと2年後ぐらいかな。に作るんでね、ああ、なるんだ。なるほどね。その辺でまた出てくるんじゃないですかね。いくつかプリクエルはあるらしいですよ。へ、えー、うーん。なんかねあの、頭にキノコ生えちゃった人たちは、 こう別の映画から来たみたいな感じの雰囲気だもんね。他は<ー>みんなちょっとに人間っぽいのにさ、あの人たちだけなんかちょっと宇宙人っぽい感じになってたし。うん、うん、じゃあその兵器として作ったのがホワイトウォーカーだったってことなんだ。そうそう。うん、で、それが止められるように、あのー、この非常停止ボタン的なのがあの黒曜石っていうか、 ドラゴングラスだったってことなんね、な、うん、と思う。そうみたいですね。うん、それも分かって、うんあの、ベンチェンおじさんが、うんえー、のゾンビ化が止まったのもそれのおかげじゃないですか。それを森の子にやっても。うん、ああ、はい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 。うん、あれね、あのうん、ジョン・スノー最後、絶対説明のところをこう。 <laughs> あのう馬でやってきて助けてくれた人ね <laughs>、うん、そうっすねはい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 来ましたねそうそうそうあれはハウンド、うん、ハウンドについては皆さんハウンドああやけどの人そうそうそう、うん、あの人とか結構最後一番いいとこ取ってたじゃんそうだねうん、うん、なかなかいい役どころだったよね、うん いや最初に子供にひどいことをするやつはね最終的にいい人として終わるっていう <laughs> その一連の流れだと思うんですよねあ<ー>ハンドで最初アリアの友達を殺しちゃったじゃないですかそうなんだね元ジョフリーのガードだったんで、うん、それを命じられたからやってたんだけど、うんうん、ハンドはファン多いでしょう、うん、ちょっといい一番おいしいんじゃないかぐらい役的には いい役だったけどね。で、なんか彼のためのエピソードみたいなもあったもんね。うん、ほら、なんか、えいはいみたいななてるのなんかほら町町をなんか再建しようとしてるなんか集団みたいなところのさ、うん、あのあははお手伝いみたいのをやってたじゃん。なんか薪、うん、き割って、うん、でそこになんかやってきたなんだっけ。なんかチンペラ馬に乗ったチンペラみたいなやつらに。うん ね、全員殺されちゃって、うん、あの村の人がねそれに対してこう復讐をするなんていうねあ,ありましたね、うん、ん彼のためのエピソードだねあれなんかそこだけ RPG のサイドエピソードみたいなねそうそうそうすごい分かりやすいサイドエピソードじもんなんか一、ねねうん、話だけ彼のためにみたいな <laughs> そう彼のために作った感じだったもんね、うん、彼のキャラクターを深掘りするためのあったね まあね最後はあれでね兄弟対決で2人ともあのー、火の海の中に落ちていくみたいな感じのね、うん、まああの辺の展開はよくドラマではあるあるねこの勝敗のこのどっちに消したかは見せないで行方知らずにしちゃうみたいなねあ<の>後で続編とか作った時になんかお前生きてたのかっていう,そう,いう実は2人とも生きてたみたいな <laughs> そう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 ,そう,そ,う,そ,う,そ,うそういうパターンだよね <laughs> あの兄弟の人が、あのなんか、ドーピングされる前をあんまり僕、覚えてなかったから。ああ<ー>、マウンテンの方グレガ、うん、マウンテン。うんね、マウンテン、それ、ンンエピソード結構出てました、最初の方って。マウンテン、何個か出てたんじゃないで、特に印象深いのは、じゃあない代理裁判の時じゃない、うん あの時はまだ普通の人間で鎧も着てなかったし、鎧とか,かぶとかぶってなかったし、うん、そこら辺見直せばきっと多分面白いんだろうなぁと思いながら、誰もトラウマ界じゃないですか、あの目を顔を潰されたやつ、ああ<ー>、うん、そうそうそう、パリンって、ね、ン顔潰れちゃうやつね、オベリンさんか。 あの、あね、アントニオのバンデラス系の人ですよね。<laughs> そうそうそう。<laughs> あの、濃い系の顔ね濃い。濃い系のイケメン。濃いこそう、なんかこう、ね、地中海系の香りがする人ですよね。うん、なんかもう、南米か地中海系か、ちょっとスペイン語喋りそうな感じのんで、ねうんで。あれの顔面をね、こう、うんえー、絶妙な感じで再現した、えー、パイを作って、クランベリーパイかなんかを、ブルーベリーパイみたい作った人がいて、えー 目からあれが出てくるんですよ。へえ、面白い。すっげぇ趣味が悪いのは。あそう趣味が悪いといえばさ、あのー、このジョラーモーモンとあのイケメンおじさん騎士のさ、皮膚病、はいはい、皮膚病治療するシーンあるじゃん。治療してるシーンからさ、うん、なんかあのパイを食べるシーンに変わってんなかった <laughs> そんなのあった。 あ,あったでしょなんか川<あ>向いてさ海がベトベトってさ、うん、ジョーラーモーモントのさ皮膚から海がいっぱい出てくるシーンをさカメラで写しといてさ、えー、でまたこれまた海,海出てるのかなと思ったらさそれを口に入れてパクって食べるかええー、と思ったらそれあの実は場面が変わっててパイ食べてるんだったみたいな,な<ん> <laughs> ええー、そう気づか,か前の笑,笑っちゃったけど <laughs>、うん、なんかあれだけなんかあのメイキングを見たら あそこのシーンすすごいんですよねあの特殊メイクの中にちゃんと海を埋め込んでさらに特殊メイクをしてっていうので、うん、すげえ大変だみたいなのを見てすごい、ね、でもあのぐらいの治療だったらしてあげればいいのにねみんな,なんか治らない奇病だとか言われてたけど、うん、なんか普通にあの皮むいて軟膏塗っただけだもんねあれね <laughs> <laughs> 意外とあのむきやすそうな感じにあの皮膚があれしてましたよね <laughs> いやー、それやってればさあ、シリンもしなく,なくて済んだのにね。ああ、ねえ。あの子ね、あのちょっと皮膚がこうぐちゃぐちゃってなってるけどね、頭もいいし、うん、優しいしね。うん、おとってもいい子だったのにね。で、サーダボスはいどこまで行ってもいい人だったね。ああ、えね、あの、スマグラー、ね。元スマグラーのね。うん はいはいはい、あの人もね、かっこよかったね。うん、なんかちょっといつもあのあ顎を、顎を何こう首の方に引いて上目遣いで喋ってたよね、いつもね。うん、<laughs> なるほど、うん。いやー、すごいね、これね。いやそうね。そう,ねそう、<の>ジャ似てる。うん、確かに。俺、最初そう思ってる、ね、似てる、似てる、似てる。確かに、確かに。 あそれ宮世らかわいそうだったんだよ、そうだよ。あ<ー>あの一番、なんだっけ、このラニスター家では一番なんかまともっぽい。トメンもそうだけど。ちょっとトメンはちょっとなんかこう、ほら、内気っぽくて男らしくないけど、宮世らってなかなかねこう、バランスの取れたいい子だったのに。確かにね。ねえ、こう。<laughs> <laughs> 言われのない殺され方をしたよね。え、私死ぬのって感じだったもんね。まあ、死んだときね。<何>えっていう。いやー、やたら死ぬね。うん、こう見ると。大体死ね。しかし人数もすごいね、これ。ほ、ねうんと。ねえ。これを。 超えるドラマはもう作れな,作られないんじゃないか今世紀みたいな話あるけどどうなんですかねああどうでしょうねわかんないですよねそれは。わかんない。意外に日本でもできちゃうかもしれないよ。予算は低予算で。キングダムたち三3年 B 組のリメイクとかで。<laughs> <laughs> この先生とあの先生が付き合っててみたいな。 さっき, <laughs> さっきのあの前半の時に言おうと思ったんですけどこれはみんなこの長、はいも物ドラマやってたら精神的にもまいっちゃったりとか役、はい、と本人が同一化されすぎちゃって、うん、いき生活難し,くな難しくなる問題あるのに考えたら「あの渡る世間は鬼ばかりの人たち」とかすごいっすよねって思ったんかそれ指摘する人いたね。 確かに,確かに、えー、俺見たことないから分かんないけどそういうドラマだったのだけどそうそか,らとかでしょそう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 かうそ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 じそない,じゃないですかうそ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 う いなぁと思いいなとましたけど、ねうん、でも日本の映画の場合ってさ何かの役が強すぎてその役しかできなかった人ってあの渥美清ぐらいじゃないのそうでもないあ,あ,あでも子役系は山雄三とかは多いか。昔の子役系は多いか。あげる例が古くて申し訳ないけどさ。<laughs> え、あれは <laughs> アマちゃんの子とか。ノーネンリラレナ。 レナ。えのののねん。飲んでとかの飲んでね今は今飲んで、ね、結構それ、それやっぱあるんじゃないですか。あと、あのあれだ。のだめカンタービレの人。上野樹。ん<ー> <laughs> うん。あれは。あ,あ、ダメだ。僕、その辺の話題はあれだ。<laughs> 日本のドラマ見てないからダメだ。ついていけないやつ、ね。<laughs> ダメか。だから日本でもあるんじゃないかっていう話ですで 確かにレビだと、あれでしょ、うん、連続テレビなんたらとか、ああいうので出てると、スター化はされるけど、その後が大変だっていうのは言われるもんね、うん、確かに、うん。そうね。古畑任三郎って言われてるけど。ネットフリックスでゲームオースローンズ対抗として、建正棟の大河ドラマを、えー、インターナショナルで作ろうとしていると,と、えー。 ええー、それまた渋いとこつけましたね。えーうん、どこは作るのネットフリックスが。ええー。インターナショナルでいけるのか,なか。そっか、ネットフリックスはあれだもんね。僕も調べたんだけど、ゲームオブスローンズ見られないんだもんね。そうそうそう。うん、<laughs> そう。いや、そっか。日本だったらね。 日本僕伊達政宗大河ドラマの中で一番好きだったからあの子供心にあれは全部見てたんであれで渡辺謙すげえと思ったけど、うん、まあインターナショナルでウケるかな、うん、うん確かに侍ゾンビものになりそうな気はするな。<laughs> <laughs> 忍者は出てくるからいいんじゃないですか n e t f l i が舞台は日本にするってことなのうん、日本で伊達さん政宗が主人公らしい、えー。で、役者を日本しか使わないってこといや、それはロケも日本だけじゃなくて、うん、アメリカとかいろいろ使うみたいですよ。登場人物が英語ばっかしゃべるのはいいとしても、うん、あの時代になんか西洋の人いっぱい出せないよね、なかなんかね。うん せいぜいラストサムライみたいになっちゃうね、あの明治とかの辺のああ。ミューラン人とかは入れられる。ああ、将軍えなんだっけ将軍だよね。うん、名前あのうあの、ドラマの名前。誰が名前だってまさむねやんだろう。ね、なんだっけ将軍っていうドラマだよね。独、まあ、眼流とかそこら辺は受けそうですけどね。か世界的にね。 本当だネットフリックス戦国舞台を戦国時代を舞台にした日本日本版ゲームオブスローンズを制作<ー>ええー。じゃあドラゴン出てきちゃうのエイ,ジエイジオブサムライバトルフォージャパンドラゴンは出てくるじゃないですか独眼竜の竜がまあでもあれがねちょっとファンタジーの要素を混ぜて妖怪とか出しちゃうのかねかな 一、ね、つ目小僧とは出てきたのか。ワンアイドドラゴン。<laughs> えー、なんていうタイトルなのそれ。え、エイジオブサムライバトルバトルフォージャパン。エイジオイ本当だ。何本当にあるんだ。うん。へー。 ダテマーサムネが身につけていたカブトは、スター・ウォーズのダース・ベイダーの象徴でもあるヘルメットとマスクのモデルになったとも言われているって,言われて書いてあるけど、そうなの、えー、いや、ダテ、えー、マーサムネのがっていう話ではなかったと思ったけどな。もちろん甲冑がベースだけど、うん、そんなピンポイントでね。ねえ、うん。誰がやるんだろう、えー サムライまあでも忍者は絶対出てくるでしょ忍者はんん忍者は絶対出てきちゃうよねうんーまあね <laughs> ああ魔界転生リメイクうんそれをやってほしいねん<ー>ていうか一回やったか忍者かいや忍者出る映画ちょっと見たくなっちゃうんだよね <laughs> バットマン忍者、忍者バットマン、見ました,ましたね。いや、見てないっす。うん、もうブルーレイ出てるのは知ってますけど。アニメ面白ったいなですよ、ね。アニメですよね。アニメ。すごいね。戦国時代の人物では織田信長、徳川家康、豊臣秀吉に続いて最も名の知られている武将ですって言われて、そうなんだ。<laughs> そこまでと<ー> あと、発見伝やるというですよね、発見伝。ーあの、やつふさ、犬出てくるし、<ー>もう全世界の犬ファン、大喜びですよ。なるほど。ゴースト好きな、ダイヤウルフ人、人好きな連中をみんな、猫そぎファンにできるか<ー> <laughs> 敵軍前、猫なんか出しちゃったりして。猫対ウルフ。じゃあ、猫の方につくな。菊池夫とか名前つけちゃって。 犬の方はシマシルみたいな。こ <laughs> れ忍者ハットリ君ね <laughs>、えー。ダイアウルフもうちょっと活躍してほしかったですけどね個人的にはね。活躍できなかった理由として CG にコストがかかりすぎるっていうことなんですけどやっぱりそうなんですかね。ね動物やっぱ毛いっぱい生えてるしそれだけで大変なの だって毛のモデリングとかってもう手法は確立されてるんじゃないですか、うん、いやーじゃないのレンダリング時間かかるってことでしょう,うん,うん多分、まあ、シミュレーションやってシーンに合わせてね作り込んだらそうそうそうライティングして、うん、あれが悪いんじゃないイテレーションが何回も何回も撮り直しみたいな、ね、相当する CG 作り直しするたんびに時間かかっちゃって、うん、あの撮影期間に間に合わないんじゃない <laughs> ゲームなんかだと毛はのほら板,板ポリゴンに毛のテクスチャー入れてそれをこう増毛というか植毛みたいな感じでやるけど映画のああいう毛のやつってあでもね本当に一本一本この折り曲がる <laughs>。 まあ、糸みたいな植え,、ね、植えてるてんんだもね手で植えるわけじゃないけど自動で植えるんだけど、うん、それに対してシミュレーションやって皮膚が動くと毛動くし毛一本一本が、うん、あの衝突判定持たせたりすると、うん、大変なことになるしでそれにさらに血が飛ぶじゃない 血が塗ったりすると血が落ちてきたりすると、うん、その部分の毛がくっついたりとかやったりすると、うん、ちょっと気が遠くなりそうだね。あと内臓も避けるしね、うん。プログラム的には簡単だろうけど演算コスト高そうですよね。確かに。オチューンがすごいさすがなことを言ってますね。やっぱりドラゴンとかよりも犬の方が現実的に見直ってるからよりこうリアリティが求められる。うん、あそれはありますよね。確かにね。わ、うん、かるわ。 本当にね、シリアルだったもんね。うん、1フレームに時間かかる映像とかだと、今でも、あれだってしょあの ?1 フレーム300時間かかる場合あるって言ってましたよ。ピクサーの、ーピクサーの、ーえっとー、ファインディングデモの続編なんだけ、うん、ファインディングドリーか。うんはい、ファインディングドリーで、水槽がいっぱい並んでるシーンで、そこでいっぱい魚が泳いでるシーンの、 レンダリングコストがなんか1フレームあたり数百時間とか言ってたかな、えー、あのあれ、要するに水槽が一個一個、うん、あの屈折と反射を起こすんで、うん、水槽が並んでると、一番奥の水槽は手前の水槽から見えることになるじゃないですか。うんうん、そうでそこに光が焚いてあったりすると、みたいなことで、なんかそういうワーストケースもあるらしいですよ。うん 要するにいかに時間かかると、時間かかると、時間かからないするためには、はい、でしょうレンダリングのあの、レンダリングファームのあの、そのコン,コンピューターをいっぱい並列で動かさなきゃいけなくなるから、それでコストかかるし、うん、時間かけるかお金かけるからもんね。うん、まあそうっすね。プログラムは簡単だけどね。 うん、計算だけど確立されてるんで確立されてるんでねもうある程度は確かにねいや手抜きゃいいって話もありますけどね手抜いたらその手抜いた時の最適化のなんていうの,あ,の、うん、あれは早いですよね2倍3倍するのは軽いですよねちょっとちっ数百倍でしょそうそう数百倍速くなるもんね,ね 今言いかけたな、マトリックスのさ、エージェントスミスがいっぱい出てくるシーン。あれは、あの、エージェントスミスが、太陽が、こう、私に、ね、いわゆるよ陽光下というか、その、晴天の空の下で、なんかテニスコートだかなんかわかんないけど、バスケットボールコートかなんかわかんないけど、あの辺にいっぱいエージェントスミスが入ってくるじゃない。うん、で、人肌のシミュレーションをい、い,いあの数百人いるエージェントスミス、一個一個やってると、大変なので、 すすごく大胆なテククニックを、まあ、使ったんですよそれはまあ、あのー、今のゲームで使われている、うんあのー、画面座標系の、えー、表面化算乱の,の疑似シミュレーションみたいなのがあるんですけど、うん、まあ僕の記事たぶん当たるとたぶん解説あると思うんですけどそれで、えー、やったらまあまあいいんじゃねってことで うまくいったんですけど、まあ、それがゲームの方に降りてきてるんですよ。うん、すごいね、さすが。えー、まあでもね、CG は、あれですよ、きっと何かブレイクスルーがあるといけるから、将来的にはわかんないですよ、もしかしたら、ワンちゃんと猫ちゃんがいっぱい、あのリアル系のね、リアル系の犬と猫がいっぱい出てくるのもできるかもしれないですね。うんうん、でも、暗い、夜とか雨のシーンは楽だって言いますけどね。 あの光があんま高らないし、ライティングを手抜いてもわからないんで、うん、だからあのジュラシック・パークの初期作品ってみんな夜か雨のシーンなんですよね。恐竜<ー>暴れるのがはははは、うん。すげえ、急にテック系ポッドキャストになった。テック系の話になっちゃいましたけど。<laughs> いやエイジオブサムライのおもしそうですね、ちょっと話聞くと。ね見たくなるけども、でもゲームオブサウンズもう一回見たいな、こうなってくると、やっぱちゃんと見ようかな。でもこれさ、あまりにも長いんでさ、みんなで集まって全話見ようってできないじゃん。これ多分一週間合宿とかなるんで、これやろうとするなもできいシーズン単位でやるしかないんじゃないですか。ああ でもシーズン1とかだけでやっても、ね、なかなか盛り上がんなそうだもんな。<laughs> 誰かがこれ、あの、24時間でわかるゲームオブスローズみたいな総集編のドラマ作ってくれればいいよね。よくあるじゃないですかあの、日本とかでもドラマなんかこう、1シーズン圧縮して3時間にすると YouTube はあるんじゃないそういうのたくさん。ねえ、ありそう。<laughs> まあそれでも長いか。それでも10時間とか行くな。うん、余裕で。10時間じゃ聞かないさ、ね。確かにね。ステイエピソードみたいのは、うん、まあ確かにいくつかあるっちゃあるけどね。ああいうやつだとね。うん、確かに。うん、かキャラクターを掘り下げるためのエピソードだったもんね。今まで話してきた中でも。73時間。うえー。なかなか厳しいっすね。 もういいですか語りたいないことはありませんかゲームオブスローンズに。全部見た人は前も言ったけど、えー、ミュージカルがゲームオブスローンズミュージカル。うんえー、それをね、えーと、コールドプレイが、えー、中心になって作ったやつがあって、それに主演俳優たちが、うんえー 出てくるんですよねティリオンが、うんえー、その登場人物について語るとかね、うん、あとジェイミーが、えー、サーセイの愛を語るバラードとか、うん、と、えー、ジョン・スノーが、えー、彼女、えー、そのワールディングスの女は最高だぜみたいな。 シャウとするロックナンバーを歌ったりとかあと中で面白かったのはね、えーえー、シ,オンシオンが、えー、ラムジーとそのスタジオで、えー、会うわけですよ、うん、対面してでお互いに驚いたように見つめ合ってでその後でがっしり抱きつくというシーンがあって、うん、あのそれ全編面白いんで是非。 見たうがいいですねん、それは何ミュージックミュージカルミュージカルで検索すると出てくる。うん、それは、ね、ファンが作ってるのんのいや、公式のやつ。公式なんだそれで。うん、で、役,出てる役者は役者はみんな本物。へえ、そうなんだ。うん、ティリオンはティリオンが出て。えー、じゃあそれはね、ファン、あそういういこのシリーズのファンのために作ったやつってこと、うん、そう。 でコールドプレイってあのこのゲームオブスローンズにもメンバーが出てるんですよね<ー>あのドラマーの人が、えー、あのレッドウェディングの時のあのドラムたたえ太鼓を叩いてる楽隊の人いたじゃないですか<ー>その中の一人がそうなんだってへえ<ー><ー>あれエド・シーランだけじゃないんだ出てんのそうそう <laughs> <laughs> そうなんですうん。 うん、そのミュージカルは全部見てると絶対楽しめるちょっとじゃあ検索してみてみだ誰でも見られるんですか誰でも見られるじゃあ,まあ公式のコンテンツでファン向けに作られたものなので、うん、まあ皆さん見てくださいみたいなそういう、まあ、ただネタバレにはなるんでああ<ー>な,なるほどシーズン7まで見てれば大丈夫かなえ なるほどね今僕ちょっと勝手にあ懐かしいなと思っていろいろサイト見てたら思い出したから言うんですけどカムイの剣ってアニメ見ましたはいありましたねあれ面白くなかったですかちょっと思い出の中で美化されてる可能性もあるけどなんか忍者映画なのになんか西部の,、うん、西部のアメリカの西部まで行っちゃうよねえ僕はあ<ー>見たことな,いなかうん。銃と 剣の勝負とかあったりとか。んなんかああいうなんか忍者を題材にしてるのに、なんか世界を股にかける系のドラマって、ドラマというか、これアニメだけど、原作は小説なのかなわかんないけど。そうか、これ、カムイの剣のほうか、カムイ外伝とかじゃなくて、で、うん、これ、矢野哲ていう SF 作家が原作なんですね。 カムイの剣って映画あったよね確かに、うん、あったすげえか同時上位がボビーにくびっただけだって1980 <laughs> 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 んだっけそれ <laughs> <laughs> いやなんかチャラい映画ですよ<ー>片岡義雄の小説、うん、<laughs> カムイの剣だけはなんかちょっと強烈に印象に残ってる、うん、忍者なのにアメリカに渡っちゃうんだみたいな<ー>、うん、これもアイヌとかの話なんで ですよね、なんか。かっこいいなぁと思って、急に思い出した。うん、DVD とか出てんのかなブルーレイとか出てんのか,かあゴールデンカムイ、もうあの原作とか漫画の方、最新までいっちゃったんで、これ見るかな <laughs> 急にハマってますよね。うん。うん、僕いや、いいんじゃないかと思って。うん、15巻ぐらいで止まってるけど、ずーっと。え、なんて漫画ですって、うん ゴールデンカム,イですカムイ。結構最近人気っていうか最近かこれもね、カムイの文化をちゃんと表現してると思う漫画いえー、ゴールデンカムイグル。グルメ漫画ですよ。グルメ漫画なのこれ。グルメ的要素がすごい入ってくる。えー、殺伐した漫画なんだけど、時々と逆も入ってくるという。えー 僕は,なんかあのは、ね、食わず嫌いしてたんで、うん、すごい良かったですねあそうなんだちょっと飛行機の時に読んでみようかなこれもねアマゾンで2期まで出てるんで2期で14巻ぐらいまで分ぐらいまで見れるんで,、えー、で僕はその後コミックスに移って今最新までキャッチアップしたんですけどへ、うん、えー、あこれ何アニメもやってたのやってんのやってたの やってる、うん、やって2期まで終わって、多分3期もできるでしょうねっていう。えー、これ、アニメは、えっ、ー、と、アマゾンとかで見られるの見られます。えー、見てみよう。うん。みんなアニメで見る派ですよね。僕、絶対原作で読んじゃうけど。あ、漫画<間>いや、漫画もいいんだけどね、うん。漫画もいいけど、手早くキャッチアップするにはそっちの方がいいかなと思って。 えー、漫画の方が早いじゃん、絶対。読む時間。まあ、先まで楽しむんだとそうだよね。うん、そうそうそう。うん、えー、これあんの知らなかった。うん、そうですか。うん、まあ、これは良かったですね。 なんかゲーム・オブ・ストローンズ鑑賞会はできないけど、うん、次にまたこ,うこのテレビにして70何時間はちょっとね西川前事件にこう1週間泊まり込みかしくみたいな <laughs> いやーちょっといろんなとこに師匠出る2日ぐらいまでだったらでいいの1回ガンダム24時間マラソンとかやったことあるけどねそれ全部見れたんですか <laughs> 見えましたね途中で床で寝てる人もいっぱいいましたけど、うん、えでもじゃあノンストップで72時間だけやれば3日ぐらいできるんじゃない、うん3日ね <laughs>、はい、いや無理でしょう食事とか入ったりするからいやだからずっと流し続ける,の,る,けるってうのはこれずっと流し続けるの、うん、なるのなほどねノンストップ流し続けてまあ別にさすがプロジェクターで見てるとさ暗いからみんな寝るよ <laughs> だから夜深まってくるとほぼみんな寝てたからね <laughs> 流れっぱなしでいやだから誰かしら一人でも見ててなんかもうあのリレーみたいになってればいいんじゃないですかもう <laughs> ずっと解説するとかな強制的に確かにそれずっとなんかポッドキャストなんかで話し続けてて誰かが常にああ 実況してれれば許さる実況を強制的にやらせるといいね。<laughs> 何の苦行だかよく分かんないけど。<laughs> ゲームオブスローンズで。でもゲームオブスローンズのまたいで映像が映ってたらまたちょっとあれじゃないの問題があるんじゃないのああ、なんか音声だけじゃないですか。でもなんかそれやったら、ね、それやったらなんかその定期的に覚醒するタイミングがありそうな気がしません、ね、なんかみんな。 なんかもう体力限界になってくるんだけど、なんかあるシーンだけは絶対になんか全員が盛り上がる。みんな起きちゃうみたいな。そこで異様なあのシーンになったら起こしてとかね。うん、そうそうそう。よく帰れよって感じ。本 <laughs> 当 <laughs> ね。 まあねまあでも70何時間はちょっとあれじゃない真面目な話は厳しいんじゃないなんかアニメのさ <laughs> 13とか26とかがギリギリな気がするななんか船に乗ってさこうみんながずっとそれだけ見るための、うん、1か月ぐらいでその途中で、ね、殺人事件が起きるんですよ <laughs> <laughs> やばいな、うん、毒殺されたりね 弓でたれたりとか。トイレに行くとやばい。物理的な限界ですね、そこまでくるとね。まあでも僕この1週間頑張ったと思うよ。いやいや、早かった。ペースめっちゃ早かったわ。さすがと思った。これ絶対無理。全員さん、ああ言いながらやらないなと思ってたんだけど。いや、俺全員さん、見る男だと思ったけど、このペースではないと思った。うん ちょっと俺も相当早ースで見たと思ったけど、うん、いやー、すごいですね。しかもなんか前さん、まあ、松尾さんもそうだけど、僕と違って、2人ともすげえ中身をちゃんと把握してき記憶しながら見てるから、多分なんか僕なんか結構流し見てる感あるけど、すげえなーと思って。うん、いや、でも楽しめましたよ。<laughs> うん、なんか でも本当に僕、多分今週ずっとまあこれを中心に見てたけど、うん、これを合宿でやるのは本当、多分短く持っても1週間はかかると思うよ多分途中途中見終わったら話したりするだろうし、うん、だって、すぐこれさシーズン1全部流してさ例えばシーズン2さすぐ、うん、再生ってならないでしょなんか <laughs> ちょっと休憩しようとか、うん、ちょっとコンビニ行ってきますとかいっぱいになるでしょそうなるでしょ。うん いやだからほらもうある意味全時計住み込みでもう家事手伝い全部してくれるミスサンデーみたいな人だったらいいんじゃないですか <laughs> いやーまあちょっと無理があるんじゃないかな現実的にっか全さんだけですよこれを本気でやるべきかどうかを真剣に考えてるの <laughs> 我々最初から無理だと思って <laughs>。 直近で企画されてるのはユニコーンガンダムを全話見るっていう。マジだもんね。市長探しのなガンダムナラティブをまで見るっていうのがあって、ああまあそれ多分2日間あればできるなって話をしているんだけど。<laughs> いやいやいやあれ、ガンダムナラティブってもうやってるんですか <laughs> あ、の、ブルーレイになってます。へえ<ー>。あの、ほら、映画ですよね。えっと、1時間半だか2時間ぐらいの。あ、そうなったんだ、うん。テレビシリーズかと思ってた、あれ。 ああ、違います、違います。あれは1本で終わります。うんまあ、外連なんでね。一応最後にあとバ,バナージリンクス出てきますよ。うんえ、いつ、いつ年代なんですか、これ。ああ、だから、あの、ユニコーンガンダムの直後ですね。へ、えー、あの、3期目のユニコーンガンダムがあって、それを、まあ、いろんな組織が、 えー、追ってるというかあっちゃだめなんでっていう、そのユニコーンガンダムって、ユニコーンガンダム最後の、最後その、あの戦争が終結を迎えたときに、うん、迎えた後に、ユニコーンガンダムはあれなんか封印されたらしいんですよ。うん、これはあの未知のテクノロジーが多すぎて、人類、現在の科学力では。 最高フレームの制御はできないから、もう使わないみたいな、核兵器を封印するみたいな。<ー>なのに3号機があって、しかもそれが、なんか、なんかよくわかんなんか誰が乗ってるのかもよく分かんないっていう状況で、みんなそれを追っかけ回して捕まえるっていう、うん、まあ大筋はそうなんですけど、まあもっと細かいドラマあるんですけど。なん,なんかスター・トレック・ディスカバリーっぽい感じですね、展開が。 で、なんかそのユニコーンガンダムの、えー、ユニコーンガンダムが宇,宇宙世紀が始まったことの、なんかちょっと、秘密なんかもちょっと入ってたりとかして、なんか、一応、ユニコーンガンダムのシリーズの中のお話にはなってましたね。ちょっと見てみたくは、見てみたくはなったけど、あのゲームオブストローンズのネタ,ラブネタバレ上等って言いながら、 ユニコーンガンダムも全部ネタバレていくっていうね。<laughs> <laughs> 全然気づかなかった。<laughs> いや、でも、これはあれでしょう、ユニコーンガンダムのナラ,ナラティブの、あのー、サイト見れば出てますよ。あ、本当ですか。調査が出てる。調査が出てるし、ね、そう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 ,そう,そうで。厳しいんですよ、なかなかこのネタバレの判断。なるほどでもね、多分大丈夫だと思う、これは。はい まあもうネタバレに対してが寛容に生きていきますけどね我々は、ね、あとユニコーンガンダムもだいぶ出てから立ってるしねテレビ放送も終わっちゃってるし、うんうん、まあ今回ネタバレ会なんでね <laughs> 他のもいろいろやっちゃいましょうかとか言って <laughs> <laughs> いやいやいやまあまあじゃあ <laughs> 僕善さんがいるから今日一応ネタいろいろいっぱいあったんですけど本当は本編でやろうと思って、うん、じゃあちょっとさらっと 一個ねそのオープニングで言ってたなんかこう意識高い系の話っていうのを多分聞いてくれてる人も気になってると思うからちょっと触りだけよくたことはないんだけどいやそれよりも僕は善治さんが来たからこのあじゃあなんか松尾さんのチラリンみたいなやつ出ますか <laughs> あの「k i 気が抜き <laughs>」あのー「a s キ i j p で IKEA が「 卸金広告でアップルを茶化してえ、そうなのえー、知らない。見たい見たい。どれえ、これね。じゃあちょっとリンクを貼りますね。イケア a MacPro 出てくるかな <laughs> ドリキン、これ,これ、あれを。何あれを引き出そうとしてるでしょ。違う違う違う。これはほら、ジェンさんに報告しとかなきゃと思って。 デザインフォーアップルズってやつか。うん。これ結構イケアすごいセンスいいなぁと思って。アスキーの記事今見てるよ。今リンク貼ってきました。こいしの悪さが、ね。いやいや、これすごくないですかこのコラージュじゃないんですか、ね、これって、これってでも、あの卸金としては機能するの。本当にダジャレのための、なんか、んいやいやいや、これ本当にあの、あれでしょ イケアの,のチ,ーズチーズおろし器ですよ、えー、普通にやってう。これ、イケアのなんかこの対応力の速さとセンスをちょっと感心してしまったっていう。これはあれでしょ、これ考えた人はもう相当前頭葉が発達してる人たちでしょ <laughs> って。っていうのを言わせたいと僕が思ってるって松尾さんは言いたかったんでしょ。<laughs> うん、っ言ったじゃん、やっぱり <laughs> いやいやいや。そんな腹黒くないでしょ、別に。 これはすごい、ね。うちなら250円でってやつなんだ。これ、そういうことなんだ。なかなか。でも、そんなおろし金に見えないけどね。なんかね。これ、あの、その、Mac Pro 自体はね。うん、まあね。なんかおしゃれなスピーカーとかでこんなのありそうだけど。うん、あと、じゃあ、さらに違うニュース。はいはい。はい。お願いします。<laughs> あの、 CnetJapan であの、サムソン、ギャラクシーノート10、8月7日にニューヨークで発表かですって。えー、これはこれもあんまり前作ひかれないんじゃないかなって気もしたけど、ギャラクシーノート、我々ホラー、ほら、愛好家としては気になりません、うん、はいはいはい。ねえ、うん、なんか、レンダリングがリークしたとかいう話はね、あの実に。 製品の,、はい、の CG が出たって話は聞いてるけどもうなんんかかかいいろろ分ってるんですか1あの一個あるのは前日さん的に僕は聞きたかったのは一応ほらギャラクシーノートって6.4インチでまあそもそも最初ノートシリーズ出た時ってスマホに比べて超大画面みたいなので話題になったら気付いてみたら iPhone XS Max6.5 インチになってて。 すでにギャラクシーノート9インチ数では負けてるんだけど、うん、この10はなんか 2SKU っていうか,なんかその2つモデルが出てプロのやつは6.9インチだっけなんかでかいんですよね。え当、ー？ほんと、うん、すごい。だから画大画面マニアの全ンさん的には買わざるを得ないんじゃないかなと思って。えー 6.9はちょっと欲しいかもしんないね。6.9?6.9、うん、だったかね。どこに書いてあるのちょっと待ってくださいね。今僕の記事、6.9じゃかかれたけど、えー、っとね、どっかに書いてあるよ。海外ニュースの方がいいのかね。かもしんないっす、ね。でかい方が。プロ。 ギャラクシー10プロ、うん、ギャラクシープロっていうのが出るんだ6.756.75<ー>インチでも結構でかくないですか6.75インチですよ、ね、6.75はまあ確かにねえ俺曲がらないのそれ曲がらない <laughs> あれもう全然元でかいサイズ的にはここまでなってくると 確かにね。でも最近、ほら、ギャラクシーノートシリーズで値段高くなっちゃったから、お急いでポイポイ購入できないんですよね。いや、僕ね、あの、その散財系のお話に便乗してお話しすると、今回のコンピューテックスと E3 の出張で、2つ、まあ、ちょっと嫌なことというか、あのまたお金が出てきちゃうような話があって、まずね、うん ヒゲ剃り忘れたんですよ。電動ヒゲ剃りをホテルに忘れてしまって、オンピテックスの時の。で、パナソニックのラムダッシュの5枚刃のやつなんで、結構値段するやつですのよ。で、これはやっぱ買わなきゃしょうがないからしょ、しょうがないから買うつもりではいるんだけど、買いのやつを。うんうん あのー、もう一つね、忘れちゃってってない<月>旅行先で忘れてきちゃったってこと、うん、旅行先で忘れちゃったあ持っていくの忘れたんじゃなくて、か持って帰るのを忘れたの。うん、ホテルに置いてきちゃったのか、えーあ、そうなんだ。うんはいはい、で、本当にホテルに置いてきちゃったのか、それとも、 荷物の預けた時にセキュリティチェックでなんか取られちゃったのかちょっとわからないんだよね。日本に届いたトランクに入ってなかったねそれだけうん、えー。そんなことないんじゃない取られるってことは。いや、でも僕も過去にね、ブルーレイだかなんか新作だけ抜かれてた時あったよ。<laughs> えー、あそれそれよく知ってるやつそれ言ったらあのどうでもいい話かもしれないけど、僕のオフィスにある椅子、うん、椅子僕の椅子。 うん、あのどんどんく盗まれていくんですよ、<laughs> どうでもいいょいやいや、これ、マジで盗まれてて、俺、すげえ今、怒ってんですけど、ちょっと借りてくってレベルじゃなくて、ガチでなくなっていくっていう、えー、タチ悪いなと思って、まあいいや、それあとね僕ねソニーの,あの、はい、ノイズキャンセリングヘッドフォン、MDR1000X って、はいはい はい、結構ね、有名なやつ、今でも売ってるけど、はい、今マーク3まで出てるのかもしれない。僕マーあ、ね、あ、いいよね、マーク3いいよね。うん、マーク3めっちゃいい。うん、めっちゃいいよね。うん、で、僕はマーク1に相当するやつなので、うん、まあ性能それで満足してるんですけど、はい、このヘッドフォンってさ、の裏こう頭からかぶるときにこのバンドを広げる感じでかぶるじゃない、うんあの。ちょっと広げてかぶるじゃん。 やっぱ付け根のあたりの,その内側のフレームにやっぱテンションがかかるみたいでついにそこ割れちゃったんだよね。うんで、日本のソニーに、もちろん日本の日本で買ったやつが日本のソニーに普通に修理見積もりをやってみたらプラスチック1個割れただけに全部で1万円ぐらいかかるって言われちゃってさ。M3 買った方が早いぞみたいなね。いやー、プラスチック。 割れて1万円でしかも今この MDR1000 のマーク1だと2万円で買えるんだよねうんでも買い直しはね嫌だしでどうしたかっていうと修理には出さないで、えー、ガムテープ巻いて使ってます <laughs> いいそれなりにバンパーガムテープでつけてますみたいなね <laughs> いや機能は機能するんで、うん なので、あの僕はガムテープ巻いてるヘッドホンつけててもいじらないでください。<laughs> い言わなければけ <laughs> 言われると傷つくわけね、<laughs> えお金ないのって言われるから、ね。<laughs> いや、ひげ剃りに使っちゃったんだよ、お金はっていう。そう思ってください。M3、うん、はい、M3、ね、いいっすよ。USB-C で充電できるのがでかい。M3、僕、店頭で何回か試したことあって、あのうん、坊主のクエットコンフォート サンゴー2よりも全然いいよね。えー、あの音質に関してはね、音質に関しては、オンシていうかテのノイズキャンセリングヘッドホンに関してはね。そうね。ノイズキャンセリングに関してはね、うん。まあ僕も結構、機内ではこれが一番やっぱりガチですけどね。あのいいよね。ノイズキャンセルしてくれる量がでかい。でも多分。 MDR1000M3 お金が貯まったとしても買わないかもやっぱしこの使い方で2年足らずでこの内側のフレームが割れちゃうっていうのは多分あの構造上弱いのかなっていうマーク3でね改善されてればいいんだけどうん坊主は割,割れたことなかったんで坊主もずっとクワイトコンゴー手術、うん、2号だから忘れて1号だか忘れたけどそれまで使ってたんでうん 確かに。それは早い気はするな。あとはね。まあ、しょうがないです。じゃあ、ギャラクシー10ノートプロ。プロノートプロ、うん、ちょっと実物見て決めたいです。値段と。うん、情報ありがとうございます。はい。あとはね。でもは、もう僕はもうギャラクシーノート10ひたすら待ってますけどね。 まああとはもう僕は前回の Z サイドがあまりにも神だったんでひたすらでもあれですね X570 のマザーボードってまだ出てないんですねほとんどほとんどっていうか7月7日から発売ですよあそうなんだなんか1個あったけどじゃああれもプリオーダーってことなんだ多分そうだと思いますねだってライゼンライゼン3000シリーズ第3世代ライゼンってまだ発売になってないですもん 7月 7, 7月7日に全部に全部あの r a d e r x 5 0 0 0シリーズも、うん、Ryzen3000 シリーズも、うん、マザーボードも全部 AMD の新世代のやつは7月7日からです7ナノメーターをもじって77の7月7日にしたんですって僕はあのあれ以来もう心は AMD 子になってしまって グラフィックスカードも全部<ら>ラディオンでいこうと心に決めました <laughs>、うん、でも一回ねやってみると面白そうだよねその PCI Express ラ,ラディオンはあの v r a も多いじゃないですか特に何かああグラフィックスメモリー、はい、あのハイエンドのやつ16ギガとかあるから、うん、ありますね<の>ラディオン7とか16だったっけそうラディオン716だからやっぱりあの PCI4 と 組み合って動画編集には相当いいってやっぱり他の記事でもそう思って見てたらやっぱり書いてあって、うん、あこれは僕の使い方としてはこっちだなって思いました、うん、っていうフォローアップね前回あとはもう松尾さん何んかありませんかえっと西田さんのマああンデーランチビュッフェ はい、の Kindle 版出てる、もう出てるんで、皆さん読んでねっていう告知ですね。告知ね、告知。うん、どんなことが書いたんですかこれはですね、ドリキンの、えー、がいかに今、その Vlog をやるようになったかっていう、の話ですね、えー、僕と松尾さんが、スカイプで、ねね、インタビューされて、うん、西田さんがそれを、えー、っと、あの、 メーリングリストのリニューアル記念で対談の話を、まあ、取材してくれたやつがメ,メルマガだとなな5回ぐらいになったんでしたっけ ?5 回分ですね。うん、それを全部そこだけまとめて Kindle で今配信が始まったんでよかったら聞いていつですねそそそううですう でまとめて読むとなかなか、えー、ドリキンがすごくいいことを言ってるんであ<の>いや普段もいいこと言ってるんだけどちゃんとこうやってね活気言葉で、えー、まとめられてるとお<ー>意外にちゃんとしてるなっていうのは皆さんお,お分かりいただけると思うんであっそ,それでじゃあ話をつなげますよその前さんがさっき振ってくれたやつ <laughs> 僕が意識高い話をしたかったって話これねあの あのー、もうまんまとまんまとマーケティングにマーケやられたんだけどダイヤモンドオンラインでグーグル社員が自分のスマ,スマホから G メールを削除したわけっていう記事があってこれ結果的に本の宣伝記事だったんですけどダイヤモンドが出してる、ねうん、でも結局まんまとそれ買,わされ買っちゃったんですよ n d ドルで時間術大善 人生が本当に変わる87の時間技ってやつ。でもこれすげえよくよく読んでみなんか俺が言うとあれなんですけどよくよく読んでみたらもう僕とかがバックスペースでずっとここ数年言い続けてきたまずインス「Facebook はアンインストールしましょう」とか、うん、そういう話が書いてあるだけだったからなんか僕らも本にしてたら。 売れたたのかなみたいなみいこれすごい世界的に売れてる本だって一応書いててまあ確かに結構売れてるっぽいんですけど、ねえーうん、なんもともと Google で YouTube のなんかプロダクトデザインしてた人と Gmail のプロダクトデザインしてた人みたいな人があのもう今スピンアウトしたっぽいんだけどあの時間をもっと有効に使うべき まあ、デジタルデトックスしなさいみたいな話なんだけど、うん、っていう話を書いててお、すげえなん,かなんか気が合いそうと思って買って読んでみたら、まあ、結局、あのー、ソーシャルネットワークのアプリは全部アンインストールしてノーティフィケーションを消せっていうなんかそ,その先が俺は知りたかったんだよみたいな <laughs> そうそうそう結構到達してるところが。 到達点が近かったっていうので、うんうん、も,もうちょっと欲しかったんだけど87っていうけど、うん、この手のやつ大体いいほらさやっぱり結構水増しが多いから、うん、人生がときめかなかったみたいな感じでそうのレベルで終わってしまったとそうなんだけどねっていうのをでもやっぱりいや意識高い系としてはやっぱりこのソーシャルネット あのフェイスブックとかツイッターとかもインストールしちゃいけないよねっていう話はをねしたかったんだけど僕が言うと何何をインストールすれかい,い,いやだからもうポッドキャスト聞けばいいんですよ<ー> <laughs> ポッドキャストと YouTube ですよ <laughs> YouTube もただ時間をすまあ時間をこの人たちも時間を吸い取るきあの 無限に時間を吸い取る系のコンテンツっていうのが危ないよって言ってて。うん、ああ、なるほどそ。それはわかるじゃないですか。なんか。確かにあ。あの、終わりがないから。らだから、ドラマとかも。見るんだったら、映画を見た方がいいよとか。二時間で確実に終わってくれるのはいいんだけど。こう、延々続け、続きで続いていくやつは、どんどん時間吸い取られちゃうよっていう。まあ。まあ、うん、当たり前っちゃ当たり前の話なんですけどね。 まあ一個面白い。まあ、いくつかなんか、ま、それでも面白いなと思ったのは、だから、ツイッターとかフェイスブックとかも毎回ログアウトしろよって言ってて <laughs>、そしたらログインするのめんどくさいくなるから、見なくなるでしょって言ってて、ま、それ <laughs>、それ確かにアプリ削除しても結構ブラウザーで見ちゃうときあるから、ログアウトまでは僕もしてなかったな、そこまでストイックじゃなかったなと思ってああ。あプライベートブラウザーで見ればいいんじゃないの 全てプラライベートブ,ブラウザーモードあそ,うそういう意味ではサファリもなんかあんまり使うなみたいなサファリもこうできれば外せみたいなことは書いてましたけどねパスワードとか覚えちゃうからねサイトとか、ねうん、そう あと結構なんか野菜ジュース的なね、なんか生の素材で <laughs> 食べろとかね、結構、結構通じる。そういう細かいところまで行ってんのそうそうそう。なんか宗教っぽいなうん、うん。でも俺多分この人たちと会ったら結構意気投合して話盛り上がれる自信あるなって <laughs>、何目線かよくわかんないけど思いましたけど <laughs>、うん。そうそうそう。そういうのは。 前児さんでもそこら辺のバランスうまいもんな僕はやっぱり自分でねちょっともうあの完全に中毒化してるっていうのが自覚症状としてあるからいやでも中毒って意味ではこと今週はやっぱあれですよゲームオブスロン中毒にさせられちゃったからうんもう実績聞かないずっと見てたからねまあねまあみんな夢中になるときは夢中になっちゃいますよ まあそういう今しめの言葉はまあ,ありがたく受け取っとけばいいんじゃないですかね。そうなんか面白いのあったかななんかでも禅師さんがそういうの気にすることとかあるんですかこのデジタルとの付き合い方に距離を。<laughs> いやー、特にはないかな。な,んかないよね、だ,よねだって。ゲーム配信やりだしたら12時間とかする人だもんね。<laughs> ん最近はもう。<laughs> がどんどん溶けていくようなことばっかりしてる最近はもう、もっぱら将棋の,あの実況を見てるしね。そ <laughs>、えー、う。<棋>100%延々時間ついとられるものに何の恐怖もそ<う>感じてないですもんね。面白いんだよね、YouTube。ね、プロ棋士の。 伊藤慎吾さんっていう人が YouTube を始めたんですよ、<う>あの将棋のプロ棋士の方が。うんうん、で、その人が、えー、将棋の、まあ、オンライン対戦ソフトで、まあ、そのいと「伊藤慎 TV」っていうアカウントで、うん、初心者から始めて、 えーあま、アマチュア相手をアマチュアの人たちを相手に蹴散らしながら練習をしていって今1段ぐらいになったんですけどそのゲームの中でねそれでそれも面白いし解説も面白いしなんか YouTube のなんか新しいスタイル将棋実況面白いなっていう「いとしん TV」っていうやつです。 えー、あなんか女流棋士にはまってんのかと思ったら意外とそういうじいあいや。でねこの人その美人女流棋士のななんだっけな香川まなおさんだったかなその人とも友達らしくて何、うん、か,か1回か2回なんか登場したことありましたよ、えー、そういうサービスもあったりとかしてねあの、うん、本当に手の 最初5、6人の登録者数しかいなかったのに、今、初めて1か月経ってるか経ってないかで1万4千人ぐらいいますね、えー、登録者数が。まあ、プロのね、棋<っ>士ですからね。その頃から、前さんはもうチェックしてたってことああ、そう,そうそうそう、将棋の、えっとね、えー、まあ、これ前話したかもしれないけど、あの、キムタクのゲームでさ、将棋に勝たなきゃいけない、まあ、イベントみたいなのがあって、うんで、それで将棋やったら、あ、それは小学生の時やってたな、みたいな感じで思い出して、 コンピューター将棋をちょっと、まあ、ペロペロってや,やったら面白いなぁ、懐かしいなぁ、つって、じゃあ YouTube 見てみようかなぁ、つったらこの人に当たったの。<ー>で、まだ始めたのかもしそう。だからね、うん、ちょっとね、発端は、あの、キムタクから始まってんだけど、うん <laughs> えー、イトシン TV、面白いし、すごい。香川さん、女流棋士、香川さんは、香川なんて読むんだろう、これ。 マナオさんっていうコスプレが趣味らしいですよ。でね、あのこの人もね、そうこの人もねこい、この伊藤慎吾さんに影響されたのかわかんないけど、その同じソフトで、えー、アマチュア相手かなんかにこうその実況を始めてやったんだよ。うん、でそれがね、なんかまたあのほら女性美人 YouTuber でありがちなさ、こう。 なんつうんつだろうまあ本人は意図してないのかもしれないけど、まあ、顔も可愛いしそ,の姿そのやってる姿がそのなん,うんだろうこの普段普段段着の T シャツとかなんだよ、うん、でそれでもみんな燃えちゃってて、ね、大変なことになってるよ <laughs> えっ、ー、<laughs> とね女流棋士女流棋士香川真奈緒チャンネルっていうのがあるねそう僕も登録しちゃった あでね伊藤慎吾さんとね一緒に出てる動画も上がってるね結構3週間前か僕多分見逃してんなこれ、えー、ちょっと全前世さんの将棋配信が見れる日が近いね、うん、いやー僕ヘッポコなんでそこはあの<や>ダメです、えー、見てるのが面白いだけそれはこれはいわゆる将棋は難しいよねあじゃあその流れでちょっと一個聞きたいんですけど<あ> 198X という スティームのゲームが今流行ってるという話があるんですけれども<ー>これがね19 1980年代を生きる人口がニュース見たスチームのやつそうそうこれなんか出てくるゲームとか全部全治産ドリキンあたりの ツボなんじゃないかなと思って。なんかタイプの時とンアウトランドきのやつが出てくるんですよね。これ、あ YouTube かなんかでねあの予告映像かなんかが見られて、これがまたいい感じなんですよね。昨日の撮影は。僕もこれ、昨日発売ですね。あ、出たばっかりなんだ。これでもゲームじゃなくて、あれですよね、あのムービーなんですよね。あ、そうなんだ。 この自体このゲーム自体をあの遊ぶんではなく、なんか、この、なんだろうなこの、いわゆる紙芝居系というか、うそのインタラクションは全然なくて、物語がこの8ビットのドット F で描かれて、その中にゲーム中ゲームみたいな感じでいろんなゲームが出てくるっていう話のようですよ。だから ほら昔、あのー、ほら、なんか、アドベンチャーゲームあったじゃないですか。こう、上に絵が描いてあって、下がメッセージ欄で、うん、ね、なんか、コマンド入れたりとか、うん、そうそうそう、そうそう、あの、ノベル系ゲームみたいな。うんうん、あのタグイのようなんですけど、結構絵が動いて、で、しかもゲームを題材にしてて、で、そこに出てくるゲーム中ゲームが、結構リアルでよくできてるっていう。 うん、で、そのゲーム中ゲームは多分遊べるんじゃないんじゃないのかな。なんか、一、ステージ、最初のステージだけはゲームできるみたいなこと書かれてますけど。記事だと。ちょっとやってみようかな。まあ、ちょっと新しい試みですよね。うん。バックスインタラクティブメディアですよね。ゲーム配信してみようか。うん。ああ、ね、これが、スウェーデンの会社だっていうのがね、なかなか出てくるゲームは日本のやつばっかり多いけど。ねえ でなんかでしょ楽曲提供に小城雄三さんとかあの時代を彩ったコンポーザーも協力してるとかって、えー、本物じゃないですか <laughs> それ本物だねそうだね、うん、小城雄二とか偽物じゃないもんねファイナルファイトっぽいやつとか結構いい感じですねねえ、うん、あとあれかな僕テクノロジーじゃないけど先週先々週翻弄された話題といえばあの えと10万円ぐらいするあのガンプラみたいなの出たの知ってるあ,のあ<ー>解体消費ってやつ。はい、うんそれをそれをえっ、ー、と先週予約開始だったんで、うん、予約日本から帰ってきてすぐ予約しに行ったら、こんな高いやつがもう予約終了ですって言われて。<laughs> あ買えなかったっ あとね、あの愛覚えていますかのバルケリーの。うんはい、あれの DX 調合金が出るんですよ。VF1S 1 v。それも6月の、えー、と今週というか、先週というかあの、ね、あののねあ予約解禁でなんかすぐ行ったんですけど、もう予約終了してますって言われちゃって。うん で、1万9800円するんですよ。結構高いから、大人のおもちゃみたいなもんだから、結構普通に役できるのかなと思ったら、役できなくて。ヘッドホン、ヘ買わないっつってる人がそこには買うんだっていう。<laughs> うさっのとね、話が全然。<laughs> <laughs> いやいやいや、これ、年末ですから、年末ですから、年末。<laughs> そういう問題じゃない気もするけど。<laughs> いや、ヘッドホンは機能するじゃん。 いやむしろ機能するからそうそうそう今完全に前さんの矛盾が今日は,は発動しましたねでも買えなかったから <laughs> いや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 なんか <laughs> じゃ買えなかった分でそのガムテープを何とかしましょうよ <laughs> <laughs> 確かにで予約できなかったんだけど予約できないっていうことを方々にみんなでみこう周りの人に言ってたら、うん、なんか あの余計に抑えてありますんで、買えますっていう提案を今、受けてるところ <laughs> まあ,まあそうなりますよね、<laughs> そうなりますね、だかい。<れ>買わざるを得ない。なんかね、やっぱすごいこう予約のプロの人たちって、トイザラスとかさ、なんかそういうとこのオンラインのやつをパパッと予約ばって複数抑えちゃうんだよね、だから、まあのんびりしてる人は予約できないわけなんだけど。うん まあちょっと転売人になってくるとまた問題ですけどね。うん、まあその人は転売じゃなくて、ね。うん、普通に後でキャンセルしようと思った人だと思うんだけど、うん、まあちょっと今ね、ヘッドホン直すか、バルキリーか、ガンダム買うかちょっと悩んでますよ。うん。だね。まあそんなところあ、うん、あとねー。どうですか あれですよ。これ、どうやしようと思ったら、結局、使えなかったんだけど、はあ、あの、ゼンさんは興味あるんじゃないですか。あの、ナイアンテックが、あの、ハリー・ポッターの、はい。はいはいはいポケモン・ゴーのハリー・ポッター版みたいなやつ、作ってるって言ってて、はいはい、あれ、魔法同盟魔法同盟あれ、US はリリースされたんですよ。今日かな昨日かな、うん。ああ、イングレスっぽいやつ。そう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 。これ、ゼンさんやらないんですか まだ日本でも,もうね<え>、うん、もう出るんじゃないすぐだから日本でもすぐ日本まだね、うん、時期が発表されてないんですよねでももう日本語音声とかも入ってるわけでしょだから単に全然理解したいんじゃない,、うん、い日本でもお使いはするんだけど<僕>マップとかイベントとかは全然ないからああそういうことねそうそう僕もどやしようと思って今日早速入れようと思ったら 何かで「あなたのストアは日本だよ」っていう扱いにアンドロイドになっててあのプリオーダーみたいなところに飛ばされちゃって iPhone でやれば多分 iPhone の US アカウントでやらなきゃいけないなと思ってそのまんまになってるんだけど後で入れてみようかなもう iPhone 俺の iPhone どこみたいな感じになってく <laughs>。 完全に iPhone とアプローチ化の卒業がやばいっすよ、ね。あの、前さんとだって、前さんに言われたのをいつ結構もう、だから僕、今回長いっすよ。Galaxy ーノートで。あの、ドリキン来週になったら、やっぱり iPhone がいいって言い出すぜって、ずっと言われながら、はや確か4月じゃない ?4 月の半ばじゃないその、ゲームオブスローンズ見ろよって話が上がった時だったんじゃないですよ、ね。5月あったから。 うん、ああ、かなわかんないけど、そ,<う>そんな感じですよね。結構5月、6月、ほぼ完全に iPhone、脱 i p h o n e アプローチで生活したってことじゃない。うんうん、何の問題もないですねあの。ジオロケーションゲームで僕 E3 でマインクラフトアースプレッシャーしたよあははおおあれすごいっすね。 ねフォーゲーマーに僕の記事が上がってるんですけど、つり2 0 1 9現実世界で作って遊んで共有できるマインクラフトの体験セッションレポートっていうやつで、うん、よくできてましたね。なんか僕、マインクラフトそんなに詳しくないので、あ僕がなんかマインクラフトで楽しんでるあの AR 合成というか MR 合成された写真も記事出てますけど、うん、なんか結構楽しかったですね。本当にあの,、うんあの みんながいる場所でブロック積み上げたりとか、それが他人のスマホを通してちゃんと見えてたりとかうん、だから、イングレスだと、その場に行って、なんかハックするだとか、ハックアイテム取ったり、ポータル壊すとか、ポケモンだったらその場所に行ってな何か捕まえるとか、そんなのだけですけど、これその、その場所に行って何か作れるんで、例えば近所の公園とかに行って、 ジャングルジムのジ実物の現実世界のジ,ジャングルジムに合わせてブロック積んでそこに上がって万歳してみたりとか<ー>それを他の人に、うん、MR 越しで写真撮ってもらったりとかあそれやばいっすねそねえでで高い建物建てる,ワクワクるそうそうで高い建物建てる遠くから見えるんですようんだからスマホ越しでパッと見ると なんかブロック、ブロッキーなマインクラフトのタワーが建てたら、うん、そこに行ってみたりとか、えー、意外にあの渋谷の人がいっぱいいるとき、いるところでさ、お前、どこにいるのって言ったと今、じゃあ、ちょっとブロック積み上げるからってって、自分のいる場所を見せたりとかできるのかなとか思ったりとかさ。<laughs> あそれえこれって、今は、ンさんがやったのは、スマホでやったんですか、うん スマホです、スマホです。ええー、じゃあ AR、はい、まさに AR 的な感じね。そうですね、ねこれスマホですね。ね一応ホロレンズ2にも対応するとは言ってるんですけど、うん、まあホロレンズ2って一般的な、ねうん、デバイスじゃないから。うんうん。最<初>値段がね。最初、うん。値段がね、値段が。ああ、でもそれはちょっとイングレスの次って感じしますね。その、今までの。まあちょっとぜひ、よ、う、り、ん、写真も。インタラクティブ感あるもんね。あで、これ、試したデバイスは、 えー、iPhone と Android どっちでやりましたあ ?iPhone でした。<ー>うんで iPhone だとこの間の WWDC の時の基調講演であのマインクラフトのを使ったピープルオクルージョンとかでデモしてたんですけどそれが Android だとどうなのかなっていうのはちょっと難難、ね、あ確かに確かに性能差出てくるのかな AR キットとかも,も出てくるかもねグーグルもなんかやるんじゃない うん、技術的には持ってると思うんですけど、うん、AR キット3と AR コアの最新バージョンと、このどうなのかなっていうのが。まあ確かにね、マインクラフトでも、ねうん、盛り上がりそうなので、その辺で、その機能というか、見栄えの格差が出たらまずいわけだから、きっと、うん、なんかその辺は技術的な競争が。 触発されていい結果を見そうな気はするけど、なんかね、うん、iPhone 版でやってると本当にブロックの、うん、裏側に自分が行って行ってたりとか、ちゃんとそのの遮蔽構造とかうまい感じで、うん、表現されてたけどね、えー、僕の写真見てもらうといいんじゃないですか、うん、僕の。それなんか不自然さがないですね。僕の前にあの豚がいるでしょ、うん、豚がいてちゃんと遮蔽されてたりするし、うんうん。ちょっとマイクラフト僕も正直何回かチャレンジしたけど、挫折してるけど。 これは面白そうです,でもこれはすごいインセンティブになりますよね。うん、外に持ってって、うん、自分もそこに入れるんだから、うん。で、スマホのゲームなのにさ、ほらいつまでもお家でスマホなんか遊んでないで、外で遊んできなさいっていうのに対抗できるじゃん。<laughs> はーいっつってスマホ持ってってさ、うん、外の公園でさ、<laughs> キャッキャッ言いながら、なんかね、できるもんね、これ。うん、外で遊べるスマホのゲームですよ。 AR の一番苦手なところはやっぱりあのスマホをかずさないといけないところがすごいこうかったるいんだけどそうそれはそうね、うん、それは絶対そうそれはそう思いますやっぱりアップルの起死改正起死改正って別に会社として絶好調だけど <laughs> <あ>の <laughs> 僕,の <laughs> 僕の中での起死改正 <laughs> 僕に対して目線ですけど <laughs> 面白いそうそう改 <laughs> 正としてはやっぱり AR 専用デバイス出してほしいですね、このメガネ型 iPhone ですよね、そう,そうそう、だ、うん、からかる。それ出してくれたら、Apple 最高って、また言えるであ。でもなんか最近すごいのが出たっていう、AR デバイスか VR か、あーなんか,誰かに、コンパクトなやつで。うんうんね、ありましたよね。なんか僕もおすすめされた、これは触ったほうがいいですって、うん。ビデオシースルーだけど、解像度がやたら高くて。 みたいのがありましたよね。何ていういうだった何も見てないな僕だって今週はゲームオブスローンズしか <laughs> てないです, <laughs> すいません、我々のせいです、ね。<laughs> 仕事にさせてちょっと出てこないけど、あったな。うん、いやー、そっか。まあ、そんなとこですかね。<laughs> だいぶ、ちゃんと。 今週のニュあともう一個だけいいもう一個だけ。はい、記事の宣伝にもなるんだけど、はい、昨日上がったばっかしの、E3 ねあのに、滞在中に入行した原稿なのに、1週間塩漬けにされた原稿があって、うん、それが、あのこれ多分ね、ドリキンさんどのぐらい好きなのかわかんないですけど、あのこれ、ス m ック z っていう、えー、ゲーミング PC なんですけど、あのうん、携帯ゲーム機みたいな感じのやつなんですよ。僕の。ああ、そう、それ僕が今回記事に出てた。あ、本当うん、ネタ記事に出てた。ーゲーマーの記事の、僕の記事のところも今、一番上に来てると思うけど、今、トップページでも比較的読まれてるんで、総合ランキングでも今、えー、っと、5位ぐらい入ってるんだけど、うん、これよくできてたよ。ちょっと荒削りなところもあったけど、動画もあるんで、モンスターハンターワールドがね、 ちゃんと動いて,もしてよまああの AMD のね APU 使ったまあ、WindowsPC というかまあ PC なんですけど、うん、まあほとんどこのスイッチぐらいの大きさで、まあ、ハイエンドのゲームが動いちゃうみたいなまあ全コアとベガ、えー e、の GPU が載ってるってやつですねあそういや僕これすげえ欲しいなと思ってネタに出てたん、ね、そうそう ねこれちょっと面白そうですよね、東京ゲームショウにも展示されるらしいので値段どろくらいで出るんですかねえと値段も出てて、えっ、ー、と一番ベーシックなやつが699ドル、うん、で、一番高いやつが、えー、1九9 9ドル、1100ドルだね、で<ー>これね、面白いのがね、メモリがあのあのソディムあのソム SODIM 使ってるんで、ノート PC の。うん あの自分でユーザーがアップグレード変えられるし SSD も M2 の SSD なんでだから一番ベーシックなの買って手持ちのパーツで組み替えちゃうとえ一応理論上メモリ 32GBSSD は 1TB でも何でもどうぞって感じかな、うん、これ結構僕来てますよ欲しいなと思ってなんかだってこれ普通に Windows 動くんですよね 動いてますで3点マルチタッチでタッチも使えるしですよね6インチフル HD だしいやなんかあの一時期このポータブルなんかあのウルトラ PC 的な UMPC 的なやつ、うん、今もちょっとあの興味が続いてるんですけどあの YouTube のラ,ライブ配信とか外でやるときとかも便利じゃないですか結構パフォーああかもしれないねで ただ意外とキーボードマウスだと結局場所取るけどこのコントローラーで最低限マウス操作とかできれば結構便利かもしれない、うん、これねすごいんだよあのディスプレイポートさ、えー、まあ実質2つついててさ、うん、4K のモニター2台つながんで、えー、もうなんか今すぐ放ってくれ <laughs> あのメイン画面の液晶の6インチフル HD なんだけど、はい、それ以外にディスプレイポート経由で2画面つながるのね。ああ、いいっすね。っていうか、2個出るってことね。そうそう,そうそう、外に2個出る。一つはだから USB Type-C のディスプレイポートーオルタネート。それと、あと普通の、えー、ディスプレイポート、フルサイズのディスプレイポートも両方ついてる。うん、で、その両方が使えるってことね、いっぺんに。うーんすげえな。<laughs> よく作ったよね、これね。でもうん、よくこのサイズに入ったなっていう。いで,すね、でもねバッ、バッテリーの持ちがあんま良くなかったっていうか、一応、高渉値で5時間って言ってるんだけど、モンスターハンターみたいな負荷の高いゲームを動かすと2時間ぐらいついってたかな。まあ、でもゲーミング PC みんなそんなもんですよね。GPU 回してみんなそうなんでね。むしろこれ US B、USB-C で充電できるってことでしょそう、給電できる。 あの、あの、いつかえ。つに問題となるあの、バカでかい、a シアダプターを用意しなくていい。だけでも、でかいかもしれないですけど、ねうん。まあ、確かにね、モバイルバッテリーつなぎっぱなしで、使うっていうことはできそうだよね。まあ、だ一番僕が、ね、悩ましいましは、この手のデバイスしばらくいっぱい出そうだなと思って。どこが買い時なのかが悩ましいなと、うんね、結構いい値段するから。うん、そうそうそう。 なんか急にまたここら辺流行ってきてるじゃないですか,かそうですねなんか小型のキーボードついたやつとかもね、うん、なんかそうう使ってたような気もするしそうそうそう楽しみだな楽しみだけどちょっとどれを買うかのみ極めが難しいなと思ってそうっすね、うん、ま,すまああのー、ほらアナウンスだけ結構されてて出てきてなかったりするのもあったりするのでうん、うんね、まあ分かんないよね、うん この辺台湾のメーカーが本気で作り出すとちょっと怖いし。うん本当クオリティ高いしね、こ<れ>本当に今。台湾ね、うん、これスペインの会社なんで。そういえばなん、まあ、僕の他のネタで入れといたやつにも関係するけど、あの,あ,のあんまり話題になったを個人的にすごい期待した割には。 振るわなかったあのインテルと AMD タックで組んだ APU のあのインテル c p u にあの AMD の GPU 内蔵 GPU 入れた KB レイク G シリーズあったじゃないですかああはいはいはい、はい、あれあんまり結局なんか種類出ずに終わったけどなんかマウスマウスコンピューターが13インチで1 6キロで k b l e ク g の PC 出すって言って僕こ,これ久々にいいなって思いましたけどね。ああ、僕それ知らなかったけど、あれだね、マウスコンピューター、日本のメーカーが、日本の企業が出すのって結構大きいよね。あのー、日本ってほら、AMD の APU 搭載したパソコンってほぼないじゃん。デスクトップで自作の分野ではあるかもしれないけど、うん、マウスコンピューターがね、まあ多分 ODM とか OEM なんだろうけど、 自分たちののブランドで出すっていうのは面白いねそうでかつマウスコンピューター的には k b ク g だけじゃなくて AMD プロセッサーのやつも開発中って言ってて純粋なね<あ> GTune のブランドで出すんですね、うん、そうそうそうであと HP の ENBYX360 もライゼン乗ってくるとか言って。 ここに来てあの自作 PC z e ン盛り上がってる横でなんか結構ラップトップ系もなんか雷ゼンノートが出てきたからこれはこれでこうハイスペック超ハイスペックのゲーミングとかって感じではないけどやっぱりサイズとバランス感がいい PC が多いからちょっと気になってきましたけどね。 中堅クラスのね、一応メディアも、ゲームを含めたメディアが取り扱えるパソコンっていうのは確かに、AMD プラットフォームで出てきたっていうのはちょっと、まもともと海外で出てるけど、日本で出てきたっていうのは、日本でも売られるっていうのはちょっとですね、なんか日本の企業の中でも AMD への再評価が <laughs> 起きてるのかもしれないですね。そんな感じがそう急にしました。ね これまでね、インテルプラスエヌビィアっていうのが、日本のノートパソコンだと、ちょっとね、性能高いノートパソコンだと、その組み合わせばっかしでしたけど。うん、そう。っていうね。あ、そっか。前言ってたやつ、GPD ってやつか。あの、違う小型の。<ー> GPD ポケット。ね、GPD ポケットね。そう,そうそうそう。これでもゲームができるっていうグレードのやつじゃないですよね。どちらかといえば、普段の PC オペレーションを このサイズでできますってやつだよね確かそうでもなんか GPD がしつけ役で結構僕は1ミック,ミックス S2 ってやつか 2S ってやつ持ってるんですけど結構あの最近盛り上がってきてるんですよねそれでかいやつでできたりとかねうんそうでも GPD もそうもともと GPD ってゲーム用のコントローラーみたいの作って けてたじゃないですかそのモデルもありますね GPD のゲーム用のやつもあるし、うん、最近はなんかフル規模でクワーティー乗ってるやつの方があの人気ですけどね、うんえー、これは結構するんですねワンミックスのやつはね、うん、10万近くしてますねす、うん、でも怖いな、えー、怖い7が乗った8インチのやつが最近プリオーダー開始されたんですよね あ,あ本当だ 8.412560×1600 ピクセルだってそ,それすっげえ気になってんですけどへえー、うんそれ結構良さそうワンミックスが強いところは NVMe の, NV の,あの SSD 積んでんですよ GPD はストレージ弱くて遅いんですよねで GPD の人たちは<ん>あのこのサイズに M2 とか PCI 系の SSD 入れたら絶対に、うん、あの耐久性弱くて2年で壊れるみたいなこと言っててあ,<ー> <laughs> あ熱かそう熱が強いからあそこは無茶しすぎてるとかって言ってて、うん、で、まあ、ワンミックスの人たちは、まあ、うちらはそこを独自の技術で頑張ってるとか言って,て誰が本当かわからないこの熱い戦いが結構一部で繰り広げられてるのを。 結構僕はニコニコ見てますけどね。うん、ねこういうミニ PC とかね、確かにこうそこそこブームになってきてるけど、このサイズでゲーミングっていうのがまだないもんね。そこがまあ、うん、さっきのスマックシリーズっていうのはちょっと面白いのかもしれないですね。うん。そう。そうなんですよ。いいな、ライゼンラップトップもちょっと気になってきたな。 やばい、あれじゃない。スマホがアップルからサムソンに行ったのとリンクしてシンクロして AMD ユーザーになっちゃうんじゃないですか。<laughs> AMD ファン。はい、なんだっけ、AM、なんつうんでしょう、AMD ファンのことは。AMD、AM だとか言うのかな。な <laughs> アムダールみたいな、ね、アムダール。<laughs> アムダールの法則。ね、なんだ。<laughs> 完全に。 ひっくり返りましたね、自分の中で。いろいろな価値観が。うんはい、スト4は動いてしまう動いてましたよ、GPD だってああ、そう、スト4ってサーフェイス3でも動くからね、はい、軽いんだよね。うんあ、確かに。そもういえば、ストリートファイター最近やってないんですかだから、ゲームオブスローンでやると何もできてない。<laughs> 全てそれでそれで返される。<laughs> <laughs> はい。 何もやってないよ、ほかは。サーセイの顔しか見てないよ、サーセイの顔。スノーの顔しか見てないよ、もう今週。お疲れ様でした。さあ、スターチャンネル解約しよう。なんかメイキングは明日やるらしいですよ。ああ、そうなんですね。うんラストウォッチってはい。 なるほどそこまで見てからのほうがいいかもしれないです、うん、そこまで見てそ,そのメイキングの CG についてのこう形式を高めて一本記事にして元を取るという、うん <laughs> はい、じゃあ締めましょう今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございましたバックスペース FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています 桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。 番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http://backspace.fm から参照できます。ポストキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどがチェック確認できて便利なんで、えー、ぜひ活用してみてください。ということで、えン、ー、前さん、じゃあ本当にゲームオブスランズ <laughs>。 お疲れ様で,で,でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。これで僕はあれですかガラスの仮面を見なきゃいけない読まなきゃいけないそうですね。ガラスの仮面読みましょう。<laughs> 本当、面白いですよ。アニメとかじゃない方がいいですよ。はあ、漫画の方がいいですよ。はい。じゃあ、なんかあるんですか何、えー、だろう文庫本とかの方しか知らないけど。 うん、kindle だと、いくらいくらじゃない,いや、何冊出てんでしょう。じゃあそこがね、まああとあと2巻ぐらいでイニシャル D が終わるんで、そしたら <laughs> 移行します。<laughs> はい、ガラスの仮面 Kindle。Kind そう、それで前回の Z サイトは恐ろしい子っていうフレーズをタイトルに入れましたよ。<laughs> ねえ、あれ、なかなかいい感じでしたよね。はい、あ カラスの仮面まとめ買い Kindle で21,168円。<laughs> ああ<ー>。<laughs> 49冊。ははははは。さっきやな、イニシャル D も48冊ですからね。ああ、ちょっとちょうどゴロがいいじゃない。何のゴロだか分かんないけど。分かんないけど。はい。ありました。お疲れ様でした。はい、じゃあ、最後、パンをはい。お願、はいします。 3,2,1はい3つ連続で3時間超えか <laughs> 最近長いっすよねうん <laughs> お前言うだけどちょ時間配分考えよう <laughs> お前言うだけど <laughs> 今回はじゃあねゲームオブスローンっていう長いコンテンツのテーマだったからしょうがないんじゃない、うん っていうかゲームオブスゴンズのそう。話に終わりがないですもんね。うん、終わりようがないもんね。まあ、年間のネタバレ会もできたし、はいはい。よかったです。<laughs> ということで、皆さん大変お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。てか <laughs>、前さん寝てないんでしょ、全然。 そうそうそう。昨日の夜からシーズン七と八を見たから、もう寝ていいです。はい、お疲れさまでした。ね、お疲れさまでした。ではでは、じゃおやすみ。お願い